地で始めても誰も見てないだろうなって感じですね、これね。ほんとすいません。なんかね、参りましたね、これね。やっぱりプラットフォームで始めるとこういうことになるんだろうなって感じですけど、すいません、これ見えてますかね。今一人入りましたけど、今一人入りましたけど、ちょっとうちのスタッフ君さ、悪いんだけど、ツイッターとかで全部言ってくれない？すいません。ちょっとなんかね、もう本当に僕は全然悪くないんだけど、すいませんね。見えてます？ちゃんと。聞こえてます？なんかね、パソコンの方でね、ちょっと同時配信しようとしたので、なんか全部そっちに取られちゃったみたいなんですけど、いいですかね？うちのスタッフさん聞いてる？ちょっとスラックで答えてくれる？見えてるかな？いや、これもう大ダメージだよね。だからもう本当ね、もう 皆さんお元気でしょうか？今80人ぐらい入ってますけど、さっきね、一瞬なんか1000人ぐらいいたらしいんで、そっちから移ってくるのかなって感じですけど、まあ多分見てた人は多分そっち行ってると思うんで、ちょっとスタッフくん、スラックで答えてね、見えてる？見えてないかな？ちょっともう、打とうとするとこっちになっちゃうかな。すいませんね、ちょっと業務連絡一つさせてください。ちょっと業務連絡をさせてください。すいません、ちょっとこっちにいるよっていう。スマホで始めました。でも意外になんかあれですよね。なんかこれチャットが一つしか出てこないから、結構こっちの方が楽だなって感じしないでもないですけど。スマホで始めたので、はい、今ちょっとうちのスタッフ君に連絡したので、これスマホでやるっていう、これどうなんだろうな、画像ってどうなんですか、これ。ちょっとスマホで、スマホの、これか。まあ、アキラさんいいんですよ、別にいなくて。アキラさんも向こうに、実はこれ新手の戦略だったみたいな。ちょっとこれ残念ですよね、これね。チャット、これパソコンで見るとチャット出てるのかな、これ。どうなんだろう。ちゃんと出てるんですかね。ちょっと、うちのスタッフ君、ちょっと、あれ、スラックで出してね。はい。今、155名。ちょっと周りにいる人は、ちょっと声かけてくれます、皆さん、これ。こっちでやってるよって言って。すいません。ちょっとなんでこうなってるかよくわかんないんですけど。今170名ぐらいなんですけど、ちょっとどうせやんだったら1000人ぐらいになってからちょっとゆっくりやっていきたいなと思うんで、すいませんね、ちょっと別に意図的に遅れたわけじゃないんですけど。 やっぱダメだな。ちょっと今日ツイッターも同時にやろうと思ってですね、あれしてたんですけど、なんかそのアプリケーションをちょっと悪さしたみたいですね。すいません。で、皆さんのですね、コメントっていうのがですね、バタバタっといつものように見えてないのですよ。まあだからさ、楽だっちゃ楽なんだけども。ちょっと待ってくださいね。どういう見え方してんだろう、今な。これ はい。今178名ぐらいですね。今なんかやってるのが見えてるかな、これな。なるほど。あ、これでいけた。うん、これでいけた。これでいけた。これでいけました。ちょっとね、数秒ぐらい。はい。はい。まあでも、もともとね、なんかあんまり、ね、そんな大勢でやってもしょうがない。大勢っていうか、まあ見ないでもしょうがないなっていうのはあるんですけど、あ、よかったよかった。これでわかったわかった。チャットも僕の方から売ってるんじゃないかな、これ。実は。少しだけディレイしてますけど、よいしょ。まあどうせね、今日はまあ長々とやろうと思ってますんで大丈夫です。はい。こっちで、こちらで、チャットは打てます。あ、出てた出てた。よし、やった。今300名ぐらいですね。
まあそもそも論としてなんか YouTube でやるときになんかこんな堅苦しくやってもしょうがないわけですよ。なんでいいんじゃないですかこれで。皆さんのチャットちゃんと見えてますんで、若干ね僕はこれこっちで配信してるんですけど、皆さんに行って見えて帰ってきてるんで、ちょっと数秒後のやつを見ながらチャット書いてるんで、少しちょっとあれなんですけど、ちょっとすみませんチャンネル変わってるんで、これちょっと今こっちだよっていうのを、皆さんに出さなきゃいけないのですよねこれね。ちょっと待ってくださいね。ツイッターまあでもねいろいろやんなきゃこっちだよというのをちょっと出しますねこれね。はい、ちょっとあらかじめなんかねセットしてくれてたんですけど、それがねちょっとねあだだったみたいですね。すいませんねちょっとね技術的に。もうねすいませんねこれね。はい、ちょっととりあえずちょっとツイッターで出して、あとフェイスブックでもちょっと出しますので、はい、どうですか皆さん元気でした？ちょっとまだなんか400名ぐらいなんで、ちょっとあんまりやる気は起きないんですけど、1000名ぐらいになってちゃんとやりましょうね。ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっと出遅れましたねこれね。もうなんか来年を暗示してるかのようなそんなような展開でしたけど、すいません。ねえ、すいません。Facebook でもね、どうじゃん。ちょっと去年と同じみたいな感じで、普通にパソコンと携帯でやればよかったんだけど、パソコンで全部1台でできるという情報があったので、思わずやっちゃったんですけども、よし、こんなもんだろう。はい。よし。これちょっと向きを考えなきゃいけないんですけど、こういう感じかな？こういう感じですね。はい、皆さん改めまして、今だいたい480名ぐらいですかね。はい。CS60 でシグラが消えたみたいな。最近なんかあんまりリアルタイムで、皆さんと話すこともないので、ね。ちょっとこれあれかな、なんかよろしくないかな、ちょこうかな、やっぱりこれがいいかな、これがいいかな、これがどうだろう、やっぱ違うか、こっちかこっちかこっちがいいかな、これでいきましょうね。これね、チャット打ち解きだけちょっと向き変えますので、それでいきましょう。はい、大丈夫かな。はい、今500名は超えました。ちょっと皆さん、ちゃんとダラダラ見てないかどうか確認したいので、今見てる方、ちょっととりあえず、良くないと思っててもいいね押してもらえます？いいねをちょっととりあえず押してもらえます？どれぐらいアクティブで見てご覧になってるのかちょっと見たいので、いいね押してもらえます？いいね。もう一回言いますけど、ちょっとどれぐらいリアルで見てらっしゃるのかちょっと言いたいので、いいね出してもらいますよ、いいね。そこに小松さんのそこでいいねじゃなくて、いいねってボタンがあると思うんですけど、そこを押してください。はい。よろしいですか？はい。皆さん押してくださいね。まだなんか240名とかなんで、ちょっとダメだな。ダメだな。いいですかね。大丈夫ですか？500、ちょっとまあ瞬間風速的にやっぱりね、6、7000名ぐらいの方が見ている形にしたいので、皆さんちょっとお声掛けしてね、これね。はい。田中真紀子さんが外務省は含まれるんだと言ってましたが、どういう意味ですか？そういう話は後でじっくりしますので、とりあえず皆さん周りに声掛けするとともに、いいねを押してください、いいねね。はい。そうそう。ちょっとこれを機に、話したいんですけど、
ですね、まあ皆さんの方からね、こんだけたくさん質問をもらいまして、後でこれからじっくりちょっと、まあ、質問ね答えていくんですけど、ちょっとね質問がマニアックすぎるんですよね、はっきり言って。で、会員の方、まあ、会員制サービス新たなゲマンシャフト、当然皆さん入ってると思いますけど、入ってない人まさかいます？入ってると思います。入ってない人はちょっとそろそろ入った方がいいと思いますよ。ていうかもうね、ひょっとしたら入れなくなるかもしれないし、これ会員の方が理由知ってますけど。で、それはともかくとしてですね、まあなかなかちょっと私も皆さんと、まあ昔のようにですね、まあ戯れてお話しするという時間がだんだん取れなくなりつつあることは事実なんですよ。ちょっといろいろやることがあって、まあやることっていう、まあこれからちょっとお話しますけど、ということもあるので、皆さんちょっともう一回言うけど、アクティブで見てる人数知りたいので、いいねを押してもらいます。いいねを押した人、もう一回いいねを押すといいねが消えちゃうので。入ってませんよね、猫シャオタさん入ってませんとか、会員になってないってことそんな言わないでくださいね、これね。そういう話じゃなくて、アクティブで見てる人の人数知りたいので、いいねを押してください。いいねを押していただけば大体どれぐらいの人数が見てるか分かるので、はい、よろしくお願いしますね。で、何を言いたいのかというとですね、まあ会員制サービス原田経験マンシャフトの、皆様方は、まあ、との関係ではですね、まあ、四半期に1回の懇親会とかいろいろありまして、でそれで、しっかりとお話しさせていただいてるんですけど、まあ、昭和の大抵の8つのことは知りたいです、まあ、そういうのじっくり話しますから、これからね、ちょっとまあ、私の気分的にはちょっと1000名ぐらいちょっと視聴者がいないと、とりあえずリアルタイムでやる気が起きないので、ぜひ皆さんちょっとお声掛けしてください。それともかくとして、はい、ですね、はい、何ですか、まあいいや。じゃあ後で答えます、その辺は。ですね、今この瞬間に、そういうことでですね、なかなかちょっと皆さんとお話することできないので、今日は非常に私自身も楽しみにしておりまして、ところがちょっとテクニカルにやめとけばいいのにですね、ツイッターでも同時配信って、来年からちょっとうちもツイッターに力入れようと思ってるんですよ。そんなこともあって、ちょっといきなりやろうとしたのがですね、間違いでした、すいませんでした。すいませんでした。ちょっと倒れちゃいました。まあそんなこともあるんでですね、少しまあ一時と言わずもうちょっと先までやろうと思ってますけど、まあ、なんかそうこう言ってる間あと25分間ぐらいで今年も終わってしまうと、なんかこれね不思議なんですけどね、これ喋り始めると鼻が出てくるんですよね。はい、ということでですね、いや小松さんありがとうございます、100人分聞きますと、まあそれはそうなんですけども、ぜひ周りの方に声掛けしてくださいね、ぜひね、お願いしますね。はい、なんで僕が使ってるシャンプーの名前教えなきゃいけないんですか、そんなの。シャンプーね、シャンプーじゃないんだけど、まあいろいろあるんですけどね、まあちょっと今日はもうそれもおいおい話していきたいと思うんですけど、何が言いたいかというと、1月の29日に講演会やるんですけど、皆さん申し込みました？1月29日の講演会申し込んだ人は申し込みましたというふうにチャットに書き込んでください。これまさか申し込んでない人が、申し込んでない人がこれを見てるなんてことないですよね。1月29日に講演会ね、東京の東銀座でやるんですけど、そう、申し込んでないよじゃない、申し込んでくださいよ、いいですか、申し込んでくださいね。でそういう方のためにですね、うちのスタッフがちゃんと作ってくれましたんで、ですね、まあ基本皆さんは初めての方はいらっしゃらないと思うんですけども、ですね、申し込みはちょっとこんな感じで今受け付けてますよっていうのをパッと出しますので、はい、いいですか、はい、いいよ、はい、なんかそう、ちょっとなんかすごい、みたいなのちょっと、ですね、もう一回出します、はい、ですね、我々三部構成でいつも講演会やってるのしてます、皆さんまさか知らないなんて人はいないと思うんですけど、まあ基本ですね、皆さんはまずですね、この年頭記念講演会のっていうのは一体何のためにやってるかというと、何でこの話してるかというと、私の姿をリアルで見るのは多分年に2回だけなので、普通の皆様方にとってはですね、別に見なくてもいいんですけど、リアルにまあね、やっぱり相撲も国技館で見るのとやっぱ違うでしょ。なんでですね、まずですね、基本は予測分析シナリオってなんですよ、今ちょっとチャット出してましたけど、ね、
予測分析シナリオ、あ、すいません、みちかさん、いつもありがとうございます。みちよし先生元気です、相変わらず。はい。ですね、まず予測分析シナリオっていうのは基本なんですよ。で、この予測分析シナリオをまずじっくりとお読みいただくという必要なんですけども、ただこれ半年に1回のこの予測分析シナリオの説明会が基本的に年頭記念講演会と7月の講演会なんです。わかります？で、この説明会をですね、で兼ねてるのが、講演会の第3部なんですね。初めて知ったみたいな。ありがとうございます、一品さんね。はい。ね。だから、予測分析シナリオをですね、申し込むと、なんとですね、この第3部は無料で聞けるんですよ。私の方からこうだよっていう。ね。前回7月にお出ししましたけど、あの時のやつで私はもう、人工知能に関して1月と7月、2021年のやつっていうのは基本的にデジタルトランスフォーメーションに、まあ、これからじっくりお話しますけど、ね、集中して書かせていただいたでしょ。で、あれってやっぱりね、それに意味があることで、なんでかっていうと、やっぱり、実際そうなんですよ。うん。実際、これから先、やっぱりその、いわゆる、デジタルトランスフォーメーションというか、人工知能について、皆さんは、車を運転するかのように知らなきゃいけない状況になるんです。ただ、我々としてはね、人工知能で終わりって言ってるわけじゃないんですよ。人工知能ではできないこともたくさんあるので、じゃあそこから先なんだよっていうところが、実は、まあ、クオンタルというか、まあ、話なんですよね。まあ、その辺もひっくるめてなんですけど、もうね、実は来年1月、もうあと20分ぐらいで始まっちゃうんですけど、来年1月に出すですね、予測分析シナリオ、もうその先言ってます。もう全然先の内容なんで、また同じことだけ言ってんじゃないかみたいなね。徳永さん、遅いよ、徳永さん来んの。ちゃんと皆さん100名ぐらい連れてきてね、ちゃんとね。で、それで、いや、ちょっと待って、予測分析シナリオと何言ってるか分かんないよという方は、ぜひですね、1月29日、東京東銀座の講演会の第2部に、ね、第2部に申し込んでください。今、チャット出しましたけど、これ、第2部に申し込んでいただくと、要するに、これね、これ今ね、全然空席あるんですよ。皆さん、なんかもう、無料のセミナーとか言っても、なんかそのままね、なんか座してみたいな。Facebook いたんだ、徳永さん。ダメだよ、お前。いやいや、まあ、全然甘いですよ、まだね、徳永さんね。いや、まあ、今日もよろしくお願いします。でですね、そう、予測分析しないの初回購入時だけじゃないですよ、これ。あ、おなそれ。ちょっと、うちのサポート担当ちゃんと説明してんのかな、これ。違いますよ。ね、もう一回いきますけど、我々の分析っていうのは、基本的に予測分析しないのっていうのがベースになってます。だから、これ読まないと話になりません。私は一般の図書は今、全然出してません。っていうのは出版社があまりのアホなんで、ごめんなさい、ちょっと出版社の方もご覧になってるけど、あまりにもアホなんで、はい。で、それでですね、予測分析シナリオとね、1月と7月に出すんですよ。でも1月と7月に出してる、この予測分析、ハードルの高い地方の方もいるのかもって、これね、その通りなんですよ。もうまさにおっしゃる通りで、今度ね、4月、あとでまた話しますけど、どんな話しそうじゃうけど、4月にですね、やるんですよ。15周年記念。もう早いもんね。15周年ですよ。うちの研究所もね。まあ、その後、その辺の話も、あとしたいと思うんですけど、15周年記念講演会は、なんとですね、東京だけじゃなくて、東名阪、あと、ひょっとしたら札幌も、うちの研究員たちをバーッと散らばさせてですね、でそれで、研究員による、眠くないですって、全然、もう、友達さん、余計なこと言わなくていいから、もう、絡み方が相変わらずですね。福岡とかですね、そういうのやって、代々木ゼミナル方式で、4月のやつやります。だから、地方開催やって、で、オンラインでつないで、質問も受けますんで、で、その前に、まあ、前座っちゃなんですけど、うちの研究員の方から、講演させていただくというのは、それは4月やりますから、とりあえず今回はですね、IP さん、すいません。第3部は予測分析シナリオ、とにかく今度から予約した方、予測分析シナリオもう一回出しちゃおうかな、これね。まだね、1戦目いかないんですよね。ちょっと今日遅いな、やっぱな。ダメだな。予測分析シナリオ、まずお買い求めになられた方は、第3部の、受講券を無料でもらうことができます。はい。フレンドっていうのは、ちょっとなんか、フレンズで好きじゃないですよ、もう。っていう感じですね。で、この予測分析シナリオを申し込む、今すぐ申し込んでくださいね。まだ読んでない方は。ちゃんと。で、これを申し込んでいただくと、第3部に申し込むことができます。もう無料で聞くことができます。私の口から説明をします。で、この第3部に行く勇気はまだない人、全く初めての方は、第2部に来てください。
はい、はい、よろしいですか。はい、で会員の方はですね、ですね、ごめんなさい、小城さんすいません、ありがとうございます。あのね、セミナーだけ受けたいっていう人がいるんですよ、やっぱり。予測分析したらいらねえやっていう人で、セミナーだけだっていう人もいるんで、なんですね。ちょっと今日皆さんこれさ、863名ってちょっとダラダラやりますけど、ちょっと12時までちょっとこれ1000名まで行きましょうね。ちょっと周りの人も声かけてください、これやってるよって言って。ぜひ。はい。あとさっきも言ったんですけど、ちょっとリアルタイムで知りたいので、アクティブユーザー知りたいんで、今ご覧になられてる方で、で、リアルに見てる方はですね、いいねボタンを押してください。いいねボタン。ちょっと367ぐらい止まっちゃってるんで、今。これちょっと何人ぐらい実際リアルで見てるかって知りたいので、だらだら見てるんじゃなくて、アクティブユーザーの数をしてね、いいねを押してください。で、さっき押した方は、もう一回押したと消えちゃいますんで、はい。それでですね、会員の方、ね。我々は会員制サービスが基本なのですけども、会員制サービス、新たなゲームマイシャフトの会員の方はですね、いいですか？ようやく400人いった。第1部来てください。これね、第1部は来るときっといいことがあると思いますよ。よろしいですか？これね、はい。うん、高評価ボタンと言った方が良いと思いますよって。まあいいですよ、別に。もうどっちでもいいです。はい、高評価ボタンを押してくださいね。高評価って自分で言うのもなんだなと思って、はい、さて、ちょっとね、1000名にもうちょっと年内に達したいと思って、まあなんか今ちょっと減っちゃいましたけど、ちょっとこれブラウジングだけじゃあれかな、あ、なんかちょっと今減ってる、あ、やばいやばい。ちょっと皆さん、これ1000名になったところから、この皆さん、せっかくね、こんだけこうすごいたくさん質問いただいてるんですよ、これ。ほらこれ、ね、うちのあれが、スタッフがこうやって作ってくれてるんですけど、これ。はい。これに今日はちゃんと答えていこうと思ってるのですが、なんか今日ちょっと皆さん850何名とかそんな、ちょっとね、去年やった時には3000名、今日疲れてないって、だから。疲れてない。徳永さん疲れてない。まあリアルでお話してないからでしょうね。全然疲れてませんよ。今日はもう全くお酒飲んでないし、もうめちゃめちゃ元気ですよ。いいですかね。あ、それとね、あと、私は Facebook やってるんですね。で、Facebook の、お友達申請っていうのを去年も受け付けたんですよ。で、自分は申請したのに友達になってないんじゃないかっていう人は結構いると思うんですけど、はい。で、それはなんでかっていうと、私自身が5000名でもう、たくさんになっちゃったからですね。ところが最近なんか見たらですね、Facebook のなんかダミーの人たちがどんどん辞めてるみたいなんで、あ、第1部は音声ありません。1月29日の講演会は、第1部はあまりにも重要な話をするので、音声は一切ありません。実際リアルで、会員の中で、実際に会員のリアルで来られた方だけが、ご覧になることは、お聞きになることができます。お、また増え始めた。もう、お願いしますよ。でですね、年越してから、じゃあまた来ますっていうことは、じゃあ年を越すこの10分間の間に重要な話しようかな。はい。ですね、この1年間の間、まあ、いろんな出来事があったと思うんですけども、どうでしょうね、皆さんね。わかりました、ピッピさん。ティカさん、なんで YouTube 出なくなったら、それは、その担当外れたからですよ。ただ、それだから、武田さんが出てたからいいでしょ、皆さん。僕だけじゃもう不満足なんですか、皆さん。ダメでしょ。年越しそば食べましたよ。でですね、まあ、1年間、どうでしたか、皆さん。どんな1年でした？ちょっとチャットに書き込んでほしいんですけど、どうですか？どんな感じでした？1年。1年間は、まあ、まだ、ああ、はい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 、ああ、ですね、待たされた割には氷の話ばっかりばっかりっていう、だから1000人だったら話すって言うとるやんだから、まあ1000人じゃない、来てよ。去年はね、最大で3000人ぐらい来ましたかね、リアルタイムでね。やっぱちょっと出だしがちょっとね、弱いっすね、これね。うん。まあ皆さんもう YouTube 疲れしちゃってるのかな。それともなんかテレビ大好きになってたのかな。はい。まあ12時にもうちょっとで、あと12分ぐらいになりますけども、今日はそういうことでですね、こんだけたくさんいらっしゃってる、ちょっと皆さんお集まりになってからちょっと話しないとね、意味ないんで、質問からもらってるんですよ。なんで一つ一つと、ただちょっとね、マニアックな質問も多いので、
ちょっともうちょっとなんか単純な質問をしていただいて結構ですよ。チャットの方で書いてもらえれば答えますね。そうそう、ごめんなさい。それで竹雄原田、竹雄原田っていうのは TAKEOHARADA というふうに検索していただくと Facebook ですね。そうすると私に友達申請することができます。はい、今まだちょっと空き枠ありますんで、だけどもですね、なんか結局申し込んだけど全然なんか返事ねえじゃんみたいな答えがあるかもしれませんけど、それはですね、まあちょっとお友達はやっぱり僕も選ぶ権利あるんでっていうのが一つと、あともう一つは単純にですね、まあいわゆるその何でしょうね、まあね、お友達と一緒にこれから仲良くしていこうと思う人とそうじゃない人って便利じゃないですか。今続々と今友達リクエスト来てますけど Facebook で、はい、TAKEOHARDA で私の顔映ってるんで、友達リクエストしていただくと後で厳選で、はい、Twitter の配信はですね、ああいい質問ですね。 Twitter の配信はですねこれからガンガンします。実は4月から、はい、我々まあ後で説明しますけど、今年は来年か、12時になったらね、バンバン皆さんに言いますからね。12時になったら来年の我々はどんだけすごいかって話をするんで、皆さんね、もう待ち望んでいたこともいくつかありますからね。うん、なんか今鬼のように Facebook なんか友達な、申請が来てますけど、はい、メスの1万円札。1万円札の話、まあまだしてる人いるんだ。872が視聴中、ちょっと少ないな。ちょっと皆さんもうちょっとばらまいてください。今 Facebook じゃ、 Facebook はもういいから。もう。ね。で、あとうち Twitter の知ってますよね。Twitter のちゃんと登録してます？ そっちの先に言うべきだったか。Twitter ちゃんとフォローしてくださいね、これね。これから結構重要なのは Twitter でも出していきますんで。よろしいですかね。よっしょっと。あははは、ちゃ、これだ。なんかもう皆さんすごい今日友達リクエストしてる、そっちのメッセージは出ちゃったんですけど、よしと、いやいやいや、よ、はい、今ですね、ツイッター出しましたけど、ぜひうちの研究所のツイッターフォローしてください。で、あとですね、インスタもこれから本格的にやってきますんで。はい、インスタとツイッターは両方ともやってきますんで、ぜひですね、フォローしてもらう。インスタちょっとまだ全然あれなんで、ただツイッター一応形やってますんでね。ただ、4月から決定的に違う形になりますんでね。はい。あ、すいませんね。なんかね、脇の道さんね、去年新設再申請しましたって、あっという間に、あれしちゃったもんですから、埋まっちゃったもんですから。はい。ツイッターじゃなくてごめんなさい。まずフェイスブックの方で TAKEOHARADA で、検索していただくと私の顔が出てくるんで、はい。でですね、基本私が友達として選ぶ方をですね、顔写真がある方以外は選びません、絶対。絶対選びません。よろしいですか？うん。あと、まあ、改正サービス新たに受けましたその会員だからといって、当然には私はお友達にはさしません。インスタグラムのアカウントは、来年の4月から始めますので、正式に。そちらの方で、ご覧いただければな、というふうに思います。ということでですね、そろそろあと7分ぐらいかな。はい。ちなみに私は今、東京にはおりません。東京にはいません。はい。どこにいるかというと、京都にいるんですけど、京都でね、まあね、皇室の方が奈良に移る噂がありますかみたいな、まあないんですけど、ないんですが、ですね、いや、私のですね、もうすぐそこが、あれなんですよ、紫式部がね、源氏物語を書いたところなんですよ。ね、どこで書いたか知ってます？お寺で書いたんですけどね、あの人ね。で、そこはすぐ近くなんですけど、あ、もうちょっとで1000人、あと7分ぐらいでね、もうちょっと1000人まで持ってきましょう、これ。はい。皆さん、ツイッターでバンバンちょっと出してくださいよ、これね。はい。よろしいですかね。はい。顔写真がないやつでですね、Facebook されてる方は申し訳ないですけど、その段階で申し訳ないんですが、却下です。Facebook は。はい。まあ、当たり前っちゃ当たり前ですよね。はい。石山寺ではありません。はい。有名なお寺ですが、多分皆さんは知らないと思います。多分知らないと思います。
ということでですね、私はまあ今度起きて京都にいるんですけども、まあそれはいろんな意味がありましてということなんですが、あと6分ぐらいでですね、どうかな、行くかな、1000人、今916なんだよな、ライブで、920人ぐらいで、どうですかね。はい、まあとにかくですね、あの来年もいい年にしようということなんですけども、まあ、このソーシャルメディアができたおかげで、私も窒息しないで済むわけですよ。はい、顔写真あるのに却下って何ですかって、まあ、それすいません、私が友達じゃないなと思ったから、あ、すいません。まあいろいろあるんですよ、タイミングとかね、いろいろあるので、はい、ですね、まあそういうことなんですけども、あ、だんだん900名以上になってきたので、もう一回言いますけど、あ、12時ぐらいから本格的に始める、ちょっと今ダラダラやってますけどね、アクティブユーザー知りたいので、先ほどおっしゃってたね、いいねっていうか高評価というボタンをですね、こういうやつですけど、こういうやつですね、これ押してください。ちょっと今441名ぐらいですけど、よろしいですかね。今931名、446名押してください、これをね。はい、で皆さん押していただくと、これであのアルゴリズムが反応して、みんなにこうばらまき始めるんですよ。これやってていい、面白そうだよわーみたいな。押してください、これ押してください。ちょっとね、今日はまあやっぱ出だし遅いな、やっぱな、出だし遅いな、遅いな。はい、ありがとうございます、小松さんね。ありがとうございます。あと5分ですね。皆さん思い残すことないですか。そう、930名、これ1000名いかないのかな今日な。ちょっとなんか昼間やってるのとあんま変わらないなこれ。あれだけで、まあちょっとね、残念ちゃう、残念ですよね、ほんとね。まあちょっとさっきテクニカルにね、ぜひ1000名、あ、浦沢さん、あれ、いつもありがとうございます。はい、で、そういうことで1月29日の講演会、ぜひ皆さんいらしてください。で、どうしてもですね、ちょっとまあよくわかんないなと、でもなんとなく、どうすればいいんだろうと思う、悩まれてる方はぜひともですね、改めて出しますけれども、第2部の方に来ていただけようと思います。1月29日ね。はい、で基本は、まあ、あの第3部は録音で出しましたと、まあ、第2部はあと YouTube でも出しますけど、第1部の内容は会員にならないと聞けないし、あとリアルでもしか聞けないので、ということでよろしくお願いします。皆さんぜひこれ1000人2000人今日はライブ配信で行きたいと思ってるんですけど、はい、24時からですね、皆さん去年も代表のライブ見て年越した気がします。あ、その通りです。はい、なんかね、あのよくこれご覧になってる方が、あんた何でなんか変なの見てんのみたいな感じでなんか怒られたとか。そんなに怪しく見えるかな私の顔ね。あ、これ高評価、次もうあと一人で500人ですよ。ちょっと次押した人500人、 A 割る500人目ですよ。これ押しちゃってください。これピッと、これあと4分、あと4分以内に押してください。500名、お、501名。はいはいはい、はい、まあね、来年といえば何て言っても日本バブルなのかどうかとかね、あと我が国の皇室の話とかどうなっちゃうのと、いろいろあると思うんですけども、今日はですね12時、まあめでたしめでたしということで、2022年になった瞬間からですね、皆さんからもいただいているこの質問に対して一つ一つ答えていければなと思ってます。はい、その天然痘の話、そんなたくさんやらなくて大丈夫でしょうか。大丈夫ですか。なんか斉藤さんなんかちょっと何度も押しすぎちゃったんじゃないですか。はい、毎年の恒例行事にしたいと思います。っていうのは、あの私ちょっと皆さんとですね、直接的にこうやって ある意味お話、1000名2000名という形でね、来られてる方の中でちょっと話する機会もなかなかないので、っていうか正直なくなりますので、私がこうやって姿を現すことは。で、講演会もそうなんですよ。講演会もそう、なんか言ってですね、ひょこひょこ話すような立場ではもう実はないので、皆様方とはですね、こういう形でこうバーチャルにね、半年に1回お会いするということが多分数十年間続くことになると思います。まあこれはちょっと会員の方々はなぜなのかってご存知だと思うんですけど、なのでぜひですね、まあこの機会を大切にと思っていたところ、ちょっと気合い入れすぎてしまって。まあツイッターでな、なんでできないのかな、おかしいな。はい、よろしいですか。はい、あと2分ぐらいですね。言うだな、これ時計とか出した方がいいのかな、これ。多分1分ぐらいですよね、あとね。アナログ時計。お、もうあと1分15秒じゃないですか。
ね、皆さんもう2021年終わっちゃいますよ。ね、今時計見ながら話してるんですけど、あとね70秒で、でも本当に今年はたくさんことありましたね。私自身の人生も本当に決定的に変わりましたね。で1月からももっと変わることが分かってるので、まあぜひね皆様方と手と手を合わせながらですね前に行ければなと。斉藤さん何度何度出すのやめてそれあのもしちょっとこれやめなかったら斉藤さん、静斉藤さんごめんなさい、ブロックしちゃうのでごめんなさいね。皆さんチャット書けなくなっちゃうんで、そのことやってると。あと35秒ですね。あと35秒ですね。まあ皆さんと共に、はい。あと30秒切りました。28、27。カウントダウンとかしちゃいます？しちゃいましょうか。あと2秒ですね。はい。よろしいですかね。あと15秒近くなってきましたよ。いやー、2022年か。あと13秒だ。12、11。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、皆さん明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあお約束なので、ここからですね中身の話をしようじゃないかということであります。はい、じゃあやりましょう。ですね、まず一つは、この質問に答える前にですね、皆さんに対して我々の研究所からですね一つご提案があります。いきなり真面目に始まったんでみんなびっくりしたと思うんですけど、今回ねこの2年間この2年間にわたって、まあコロナで大変でした。はい。で、皆さん方の中においてはですねコロナに罹患された方もいらっしゃったと思います。で、未だにこういう後遺症に悩んでらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。ただやっぱりですね、我々としては、まあ、音声レポートなんかでもですね、ルル、まあ、抗体学の権威のですね、言葉を借りながらとか、いろいろ援用してきま、援用ですね、しながらですね、ご説明してきましたけども、まあ、簡単に言うと、今までのやっぱりその石油文明の延長線上にあるですね、その、まあ、公衆衛生というのが、変わるということなんですね、パブリックヘルス。っていうのがポリシーっていうのが変わるということなんです。ということはイコール何かというとですね、まあちょうど今ね、デフォルトになるっていうこともあとちょっと話しますが、デフォルトになりかけるっていうことはイコール何かというと、皆さんに後で勝手にやってねっていうことなんですよ。だから岸田さんがどんなに頑張っていったところで金ないので無理なんです。皆さんの体を持たせるということも、でですね、要するに例えば私どもね研究所がやってることについて。なんでね皆さんがこうやって必要としてくださってるかっていうと、もう学校では教えることができないことを教えてるんですよ。金融資本主義、それからグローバルね、それとあとデジタルです。お、今999名、おー、あー今減っちゃった、もうちょっと1000名ですけどね。でこの3つは結局例えばその教えてくれないので、なので何かっていうと、皆さんはリテラシーをつけるために、我々今やった1000名超えた、よかったね。ありがとうございます。はい。はい。はい。すいません。今なんかね、私の大親友から、近所に住んでる大親友から今、メッセージがありました。ありがとうございました。すいません。それともかくとしてですね、すごく重要なことっていうのは何かっていうと、健康についても同じだってことなんですよ。皆さん自身は、もうね、自分で自分の身を守らなければならなくなったんです。今回のコロナのことでよくわかったでしょ？じゃあしかるに原田武雄はどうだったのかというと、私の顧問先からですねこの間も言われた、原田さんこの2年間全く行動パターン変わりませんでしたねって言われたんですよ。そうなんだよな海外で言ってないですよ。でも海外以外は全然変わってないので、私この間ね JAL でもう最高ランクのマイルまで行っちゃったからこの間どんだけ回ってんだみたいな感じで、まあ何が言いたいのかというとですね、やっぱりここで必要なのは、私は CS60 だと思ってるんです。なんかね適当になんか言ってるわけじゃないんですよ。で CS60 というのはね、例えば加藤官房長官ね、ワクチン打ってんの見ました？見てないでしょ？打ってないんだわ。実はですね、数多くの国会議員たちも実は CS60 やってるのですよね。で厚生労働省もですねバッチリ認識してるんですよ。だけども言わないんですよ。でどうしてかっていうと、製薬業界っていうのは
ね、コア4つの会社が世界中にあって、ね、その、会社がですね、病気はこれだよって言ったらそれが病気になっちゃうんです。皆さん血圧降下剤ずっと飲んでるでしょ。糖尿病って言われたらずっと糖尿病インシュリン注射受けてるでしょ。でもね、そんなことやらなくても古代の人は生きてたわけですよ。あるいは中世の人は生きてたわけですよ。なんでってことなんです。だからそういう状況に戻すというのは結局その、まあ、体内に入ってくる、まあ、簡単に言うとね、プラスの電子マイナスイオンって言いますけど、その逆でマイナスの電子プラスのイオンってすごくざっくり言ってますよ。これ本当はだから、まあこれ高エネルギー性中性子線ってやつなんですけども、まあ、そういうのがですねわーっとこう溜まっちゃってる、その状況を抜くための手段と考えた時いろいろあるけども、その中でやっぱり私はやっぱこれだなと自分自身で思ったのはやっぱ CS60 なんです。で、まあ、私ねこういうふうに言ったらね CS60 の皆さんもバーッと殺到してもうすごいことになっていたわけですよ。ところがねちょっとね困ったことになってます今。何かというと、あ CS60 わかります CS60 あ知らない人いる？CS60 知ってる人ちょっとチャットの中で CS60 知ってますとか受けてますとか、はい、ちょっと書いてください。 CS60 ちょっと皆さん受けたことある？受けたことある人受けたことあるって書いてください、チャットに。うん、でですね、何が言いたいのかというと、この CS60 っていうのはまさにこれからその学問的にですね、アカデミズムが徹底的に介入していくし、っていうか今してる最中だし、同時にですねこれから我が国の厚生労働行政の中においても中心的なものになっていくんですよ。で皆さん方はねこれまあ一つ多分ね3つあるんですよ、皆さんがこれ関心持つのは。まあ自分でも本当に苦しまれてる方、もう何人の方がですねこれによって治ったっていうことを、まあ実際私別に自分でやってるわけじゃないけど、もう聞いてるんで。ね、私自身ももう50肩一発で治っても10分治っちゃってもこんな感じで、こんな感じでなんですけど、それとあとねもう一つはなんか儲かるんじゃないかと思ってる人いるんですね。うん、でもね儲からないんだわこれ儲からないんです。はい、なんで儲からないかというと、皆さんはですねこれは素晴らしいと思ったんでね、一生懸命講習受けたりとかするんだけども、はたとですねお商売にはもう一つすごく重要だということがあるということを忘れていることに気づくんです。それ何かっていうと顧客リストなんですよ、ね、でこれちょっと関係者の方々とちょっと話してるんですけど、やっぱ CS60 をこれから広めていくためにはですね、やっぱりそのまあ一生懸命、まあ、2つあります、要素は2つ、真剣知るハードル、まあいろいろ CS60 の機材を持ってはいいって話でもないんですよ。私ね、ちょっと何人かの方でやっていた、なんか撫でてみたいな、本当に撫でて終わっちゃって、これ効かないんだよね。そうそう、ね、力任せにグイグイやられてた、痛いだけですとかね、山崎さん、まさにそうなんです。そう。ね、ちゃんとしたやり方があるんですよ。うん。で、私は、ごめんなさいね、これ、いろんなお立場あるのか分かってるんだけども、ただ私はね、やっぱ実際自分で、この2年間、まあ、風邪一つ引かないのはなぜか。どうしてかっていうと、CS60 は、まあ、日本各地にありますが、目黒にですね松岡先生という方がいるんですよ、ね、松岡さんはイケメンなんですけどね、アルゼンチン単語の先生でもあるんですけど、英語の先生でもあるんですが、私は中国語勉強仲間でもあるんですが、松岡先生がやはりですね研究されてるやり方というのが私は信頼申し上げてます。だ一つはですね、まあ、単に申し込まれて、自分自身で銀の玉ね、借りるっていうことを、まあ、やっても多分ちょっと難しいのですよ。問題としては。で、じゃあこれどうするかっていうと、やっぱね、もう一つあるんですよ。それ何かっていうと、やっぱその技術を磨くのと同時にね、本当の技術を磨いていくっていうことと、あともう一つは、そう、他の議員も何も受けてますよ、実は。国会議員の人たち。言わないんだよ、皆さんには。自分だけ生き残ろうと思います。シビの精神なんで。でですね、もう一つは顧客リストがなきゃいけない。だけどね、これ顧客リストちまちまホームページ作ってね、お友達でどうのこうのって多分、ね、難しいんですよ。何人もね、お友達誘って頑張られた方が、結局事業としては断念されてましたね。これはね、非常に、残念なことなんですよ。残念なこと。なので、
我々医師は決断いたしました。何かというとですね、私どもの顧客リスト何万人か分ございます。で、この顧客リストをですね、いくつかの条件のもとに開放いたします。 CS60 の施術者の方々に。もう一回言いますよ。 CS60 の施術者の方々、別に今この段階で会員じゃなくてもいいです。ただし基本的には会員、うちの会員になられてください。月会費でね、 最低限、まあそれぐらいはぜひお願いしたい。だけどもその代わりに、まあ、その入られた会員ランクによるんですけど、うちが持ってる顧客リストプラスアルファでプロモートします。全国津々浦々、大体今我々が言ったことによって CS60 のですね、そのいわゆる施術の権利を持ってる方っていうのは数百人いらっしゃると思うんですけど、かなり多くの方々はかなり悩んでらっしゃると思うんですよ。で、ただですね、私の方が一方においてはそういう顧客リストをご提示します。でしょね、みちかさん、そうでしょなんだけどもう一つはね、松岡先生にバシッと、習ってほしいんです。うん。で、これはね、まあもちろんね、いろいろ、まあいろいろ、まあ西村先生とかその辺も知ってますよ。だけども、僕が勝手にやってる話なんで、これはもう、っていうのはもうね、待ってらんないんだわ、これ。だから今やってる方々、そう、動物も治るんですよね、あれね。うん。もう一回言いますよ。CS60 の施術者、てかもうこれはいいなと思って、施術者の権利を、まあ、フランチャイズになられた方たくさんいらっしゃいます、全国で。で、その方々にパワーアップしていただく必要があるんですよ。っていうのは、これから本当に我が国は大変な状況に確実になっていく。すなわち、それは何かっていうと、我が国はデフォルトに近い状況になっていくとなればですね、間違いなく今みたいになんかリテラシー、金融とデジタルと、ね、DX だ DX だって言っても、なんかそんな機会ありませんみたいな、その状況と全然違って、本当に、これ厚生労働行政がですね、本当にもう皆さん方、医療行政がもう大変なことになっちゃうわけですよ。ね。っていうことなんで、その CS60 の施術者の方々、ますます増えてほしいんですよ。ね、まずは増えてほしいと思います。ただそれだけではなくて重要なのはですね、その CS60 の施術者になった方がパワーアップしていただくのと同時に、しっかりとですね、その施術を周りの方々にしていただく必要があるんですよ。はあ、だからここの部分をね、ぜひお手伝いしたいなと思ってます。じゃあどうよね、徳永さん漢方じゃないってだからね、ですね、これからちょっとお出ししますので、ですね、そちらの方にお申し込みをしていただければなと思います。ですね、集客支援、ご集客支援、CS60 の集客ご支援の申し込みフォームというのを今これからですね、チャットで出します。いいですか。はい、こちらですね。はい、今読みました。はい、 CS60 の集客ご支援の申し込みフォーム、もう一回こちらの方からですね、お申し込みいただくと、今私が申し上げた通りですね、CS60 の施術者の方々に対してですね、お客様の顧客リストの、まあ、種になる部分、そのまま差し上げるんじゃなくて、我々と共にですね、プロモートをしていきます。はい。それと、あともう一つはですね、何かっていうと、ですね、まあ今、あと松岡先生ね、ぜひ習っていただければと思うんですけども、ちょっとどんなもんだよこれということですね、ちょっとよくわかんないなという方は、資料もダウンロードしますので、ダウンロードできるようにしますので、こちらの方でよろしいですか。はい、いいですかね。え、開けるでしょ。ん、開けます、皆さん。これね、はい、2つ今出しましたけども、集客ご支援の申し込みフォームと、あとですね、これ研修ってあれでしょ、本部がやられてるやつでしょ、うん、じゃなくて私が言ってる松岡さんの方なんで、はい、もう一回言いますけどね、うん、ちょっとなんかあれだな、あんまりネガティブなこと言われる方は、ね、申し訳ないんですけど、はい、はい、ですね、今ちょっと申し上げた通り、 CS60 はきっちりとですね、施術者の方々に、一人一人にもっと成熟していただく必要があります。成熟していただくと大人になるという意味じゃなくて、技術的に習熟していただく必要があります。で、我々としてはぜひともですね、
これがもうこのデフォルトになるまで、デフォルトギリギリまで行くのに、今2022年でしょ ?23 で4年の5月ぐらいにはもうワークル、あと2年、2023、2年ちょっとぐらいになるとですね、かなり厳しい状況になるんですよ。で、その際に、もう基本的にはもういわゆるその点数がついていく今の医療システム、公衆衛生システムっていうのは崩壊するんですよ。となるとどうなるかっていうと、これはもう未病のレベルで防ぐしかなくなります。なので今申し上げましたけども、まずね、施術者の権利に、まあ、そのフランチャイジとなるためには、これはあの本部の方に申し込んでいただく必要があるんで、それそちらも検索してください。でも他方でですね、その後の、まあ、簡単に言うと営業支援ですよね、のところは我々の方が顧客リストを開放する形で、やりたいと思ってます。今まゆさんがね、私が受けた施術者さんはあまり良くなかったんです。なので一発でやめました。松岡先生の施術とは、まあ、残念ながら全く違います。これね、他の方も私は覆面で何人か言ったことあるんですけど、ちょっと申し訳ない、撫でてるだけですね。全然違います。全くね、置き方が一つは全然違います。だからそれをね、実感していただきたいんですね。で、それによってご自身がきちんとですね、学ぶっていうところをもっとがっつりやっていただければ、多分ですね、我が国のその公衆衛生が非常にもう倒れかかるっていう瞬間に、皆さん方ご自身がですね、まさに救世主となっていくと。ですから今日ちょっとね、お話したいことの根本にあるのことは何かっていうと、もう言うよね、我が国もうだって矢野財務次官がもううちがデフォルトになるって言ってるんでしょってことはもうギリギリまで行くんですよ、うちの国は。ってことは皆さん病院に行ってもですね、はい、じゃあどうぞって言われて、だって僕はいわゆる国民保険入ってるじゃん、いや国民保険なんてなくなりましたよって言われた時にですね、じゃあがんの手術なんて何百万もかかっちゃうわけですよ。だとんでもない。だから皆さんですね、まず未病のレベルで防がなきゃいけない。じゃあその未病って何かっていうと、結局ですね、皆さんが悩んだりとかした時に何が出てるかっていうと、簡単に言うとマイナスの電子とプラスの電子が出てるんですよ。まあこれはもっとね、細かく言ったらいろいろあるんだけども、なのでぜひですね、我々がおはね、今田村さんが書いてる我が国が終わりそうになるときに、皆さんも終わってもらっちゃ困るので、よろしいですかね。まあいいですかね。はい、これね、もう一回、はい。なのでこれ、この番組をご覧になっている方、それから録画でご覧になっている方もいらっしゃると思うんですけど、ぜひともですね、こちらの資料の方をダウンロードしていただいて、思われたらですね、申し込みフォームもう一回出しますけど、こちらの方から今すぐですね、ご連絡いただければなと思います。で、うちの方からご連絡を差し上げて、でそれでご支援するという形になってきます。でも国民保険崩壊するの決まってるんじゃないですか。何言ってんですか。そんな年金なんてほぼ同時だと思いますよ。だからね、未病のレベルでやらなきゃいけない。で、これから先ね、医薬品、今例えば医療業界ってどうなってるか知ってます？皆さんね、石油の文明が終わると。なんでですね、じゃあもうこれから、まゆさんね、それめちゃくちゃ痛かったし、青ざが残りましたっていうのは、青ざが残るのは実はいい証拠なんですよ、それ。それそこに溜まってるんで。はい。よろしいですかね。いいですかね。はい。なのでぜひですね、皆様方そういうことで、一人一人ですね、これから先どういうふうなお立場になるかにもよるんですけども、すでにね、今悩まれている方結構いらっしゃると思うんですけど、そういうか皆さんにですね、ご連絡ということで今回はさせていただきました。はい、どうでしょうか。今1200人見てるな、よかった。もう一回言いますけどね、ちょっと これっていうか、これか、高評価ちょっと押してください。今1200名で差分で700名ぐらいの方がこの約15分間ぐらいで入ってこられたので、これ高評価ってボタンを押してください。そうするとね、そのお一人一人のこの高評価がお力になってですね、ブラウジングっていうのはバーッとアルゴリズムで働いて、皆さんの周りの人にバーッとばらまき始めますんで、もっとたくさんの方々が、ご覧になることになります。これ押してください、これ。高評価。ね。はい。はい、よしよしさん。CS60 は絶対取り入れるべきです。はい。よろしいですかね。というのが今日ですね、皆さんにお話したかったことの1番目です。はい。で、2番目はですね、忘れる前にちょっとチェックしよう。はい。皆さんですね、私、原田京はですね、これまで、メジャーなメディアからですね、一切遠ざかってきました。なぜか、たるいからです。というかですね、もう本当にね、テレビって出たことはないかもしれないんですけど、テレビってね、出る3時間ぐらい前に呼びつけられるんですよ。
で何の打ち合わせ別にあるわけじゃないんだけども、で入ってくださいって言って5分出るためだけに、だバカじゃないですよ。しかも最後の方なんていうのはね、僕はもう最後に出たのは、ニュース、まあ NHK だって1万円ぐらい出してくれるんですけど、5000円とかね、ラジオで5000円ぐらいなんですけど、民放だとねテレビっていうのは、あの、あなたは出るのは素晴らしいことなんですよ、だからギャラはただですぐ言うわけですよ、バカじゃないかと。もうどうしようもないこの人みたいな感じで、もう出るのやめたんですよ。ですけども、そろそろもう今年からね、ちょっとメジャーなメディアでしっかりまたやっていこうじゃないかと。ただもうそれはね、もう皆さんのね、特にあの改正サービス新たな劇マンシャフトの会員の皆様だからがいただいてるですね、錠剤の中からもう番組買っちゃう、もうね買っちゃえということで、実は今日1月1日2022年1月1日の午後1時からですね、はい、今ですねチャットに出したんですけども、福岡のですね有名なラジオ局ラブ FM っていうのがあります。ちょっと東京の方を聞くとと思うかもしれませんけど、ラブ FM ってですね、これ九州の大会社が出してですね作ってるあの FM 局があるんですけど、これの午後1時からですね、はい、本日2022年1月1日土曜日からですね、毎週土曜日午後1時から10分間、なんと10分間、うちの研究員のですね、あの横田という女性の研究員がいるんですけども、横田さんと一緒にですね、私がこの番組を担当させていただきます。はい、ですね、福岡県だけじゃなくて、隣大分とか、佐賀とか、等々でもですね、あの長崎とかですね、まあ、聞けるんですが、もう一回出しますけど、はい、今日ね午後1時から、ああ、なんか今ラジコどうなのって、そうなんですよ、ラジコ聞けますからね。で福岡以外の方はどんどん聞けるじゃないかと思ってるかもしれないですけど、なんかそんな案内するなと。最近はですねラジコっていうのがあるんですね。はい、よろしいですかね。はい、うん、メディアプロパガンダで人質が少ないので信用してないんですけど、いや私はこれからあの番組買っていくんでそれ聞いてください。はい、あ、リンクちゃん来ましたね。明けましておめでとうございます。名前言っちゃいましたけど、今年もよろしくお願いします。ですね、こちら多くの方々ね、福岡とかの九州の北半分に住まれてないと思うので、ぜひですねこちらの、ラジコからですねお聞きいただければなと思ってます。毎週土曜日午後1時からですね、10分間、毎週土曜日ですね。すごいでしょ、ラジオ買っちゃうんですよもうね。はい、でこれねどんどん広げていこうと思ってる、実は私だからもう全国で聞けるようにしようかなと思ってます。はい、ラジコプレミアムってことはちょっと有料になっちゃうんですけどね、あ、まあ大した金額じゃないんで300円でも3万だと思うんで、あっちだったかな聞けると思いますんで、ぜひ聞いてください。毎週だからスクリプト書いて、毎週横田さんと収録して結構大変なんですけど、はい、西鉄だけじゃないですね、九州いろんなところで金出してますけど、あれ国際放送局なんですけどね。はい、ということでぜひですねもう一回言いますけども、今日からですね2022年1月1日土曜日からですね、毎週土曜日午後1時からですね、ラブ FM でですね、福岡のラブ FM、 これはラジコでも聞けますけども、全国でですね聞けますけど、10分間私の番組やりますのでぜひ聞いてください。はい、ラジオ世代っていうか、まあまあ、あのラジオの気楽にバンバンできますんでね、ということであります。でちなみにですけど、福岡の方々ですね、あの昨日だったと思うんですけど、西日本新聞に私の顔が載ってたの見ました。あの福岡の方見ました、西日本新聞で私の顔、西日本シティ銀行の久保田会長様がですね、私をパナリストに呼んでいただいてやるんですけど、はい、言うですかね、あ、エドワードさんね、それは単純な理由ですよ、ネガティブなこと言い合うことじゃないんで、ここの場ではそれは別のところでやってください、はい、ただそれだけの話です。皆さんもう新年明けましておめでとうって言ってる時にそのネガティブなこと言ってもしょうがないんで、はい、そこは別のところでやってください。それはともかくとしてですね、今おっしゃったとおりですね、西日本シティ銀行さんが、1月28日にですね博多で、講演会、やられるんですけど、その場で私はパネリストで出ます。一般の方も申し込めるみたいなんで、ぜひですね、そちらの方を確認していただければと思います。日曜シティ銀行のホームページも載ってるんじゃないですかね。QR コード昨日載ってたんで、講演会ですね。はい。なぜ福岡なのか、興味があります。それはいろんな理由があります。いろんな理由があります。いろんな理由があるんですけど、それはね、私の予測分析者、私どもの予測分析シナリオを読んでいれば、もう、おのずから明らかかなというふうに思います。
それはなぜか、はい、有名な反日左翼新聞、いやもうね猫さんそういうことは言わないように、もうねそういうねネガティブワード使った人はもう徹底的に僕ごめんなさい、今日はちょっとミュートにしたんですいません、はい。ですね、まあ何の話でしたっけ、西日本新銀行、そう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 、福岡のなんでかというと、これからね、中国現在ね、どういうふうな、ピッピさんもなんかねガンガン言うね、受け手が判断するんじゃない、違うよそれ送信者だよ、何言ってんだようちの研究所は違うんだよ何言ってんだよ、だって嫌だったら見なきゃいいんだけど、そんなのいや見たいって言ってこんだけいるからやってるんだってね、なんかちょっと勘違いしてる人結構多いんですよね、うん、まあちょっと皆さんもちょっとね、僕ねだから特に今年からねこんなところでぐちゃ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 言ってんじゃなくて、もっとねでっかいことでいろいろあるんで、ちょっと基本的にそれはもう聞きませんけどね、うん、まあせっかくこうやって夜中まで起きて、そう徳永さんいいこと言いますねこれね対局見てね今日は議論しようじゃないかと、はい、そうそう、ちょっとまた話戻りしますけど、福岡はなんでかっていうと、ですね来年ですかね、はっきり言うとですね、どうぞエドワードさん、もう退出して結構ですよ、どうぞどうぞ、はい、私もまあ別に会員も常に言ってますけど、別に会員で会ってくださいということは絶対言ってませんので、もう全然能力ついたと思ったらどんどんやめてますから全然構いません、はい、全然結構であります、はい、どうぞ、もう眠いと思いますからどうぞそれはともかくとしてですね、2023年は非常に重要な年になるんですよ、来年っていうのが、今年からもはっきりしてますけどね、っていうのは我々言ってますけど、中国が4分割になる、うん、というタイミングが、2023年が一つのクライマックスになってくるというふうに、私だけが適当に言ってるわけじゃないんですよこれ。でそうなった時にね、じゃあ東京まで行くかいなって話なんですよ、うん、まあねえ、もうね、秋さんね、田舎の新聞じゃけメジャーな新聞にしてよって、まあ、そういうことじゃないって、もう西日本新聞っていうのはどういう存在なのかっていうのはもうリテラシーあれば分かるって調べてくださいよ。で今ね申し上げた通りですね、2023年っていうのがじゃあその中国が4分割になるってなった時にね、どんなのかってことですよね。えだって端的に言うと何が起きるかっていうと、まあ簡単に言うと東京まで来ないでしょ中国の方々は。じゃあどこに来るのかっていうと、当然我が国に救い求めてくるんですよ、まあ、西日本ですよね、大阪より西だと思います、で端的に言うと福岡だと思います、はい、ということなのですよ。だからまあそうなってくるとね、まあ当たり前ですけど、まあ皆さんね東のユダヤ人ですから、まあカモネギじゃありませんけども、大量のマネーを背負ってやってこられるわけですよね。どうなるか分かるでしょ。だけどね、福岡の方々ね、これ福岡の方ってちょっと自分が福岡でちょっと名乗り出てもらいますよ、これ。俺は私は福岡だってちょっとチャットに書いてもらいますよ、これ。私は福岡だぜ、みたいな。どれぐらいいます？ちょっとぜひ、チャットで教えてほしいんですけど。うん。あんまりないのかな？福岡の人たちは YouTube 見ない。うん。なんかあんまり来ないですね。バタバタバタって来ないですね。うん、うん、少ないな今1300人も見てんのに少ないな福岡。徳永さん埼玉って知ってるようん、はいはい、うん、ありがとうございます。これからだからね、福岡の方々はね、もうごめんなさい、ボケてるって言ったらおかしいね、分かってないんですよご自身のことは。つまり何かというとね、まあこれ私もよく話してるんですけども、元来ね九州の北の中心っていうのは北九州だったわけで、小倉だったわけですよ。それどうしてかっていうと、薩長同盟でやってたのにもかかわらず長州が調子に乗ってきたので薩摩が切れて西南戦争になったと。でこれ大変だってなって、要するに小倉にそのまあ鎮西短大じゃありませんけど結構師団を置いたわけですよ。であそこが中心になってって、で下関が対岸になって長州からもコントロールできるわみたいな感じになったんで、であそこは工業地帯になったんですね。で工業地帯って金融も産業もそこが中心だったのが、結局その新日本製鉄、まあ今日本製鉄ですけども、がなかなかちょっと経営的に厳しくなってきたということで、こうなってくると、まあ、そこにあったお金がですね、お本当ですか前田さん、対馬
対馬行きたいな。今度行ったらぜひご挨拶させてくださいね。はい。でですね、北九州がドーンとですねなって、その、だから北九州元来本社だって会社がたくさんあるわけですよ。それドーンと、それで博多の方っていうか、まあ博多っていうか福岡の方に行って、だから福岡には産業がないんですよ。福岡って基本的に観光と飲食でしょ、ないんですよ。まあもちろんね、志向業若干あるけども、何が言いたいかというと、そのままでは国際金融都市にならないんですよ。だから中国人たちがですね、大量にこう、なんだろうな、お金をですね、カモネギで背負ってきても、国際金融都市にはならんのですよ。まあ、これはですね、福岡の金融界のトップの方々もそう思ってます。なぜかっていうと、要するに、高配置が必要なんです。実はこれがね、今日1時に話す、ラブ FM の番組の内容なんですけど、高配置とですね、一緒にならないからダメなんですよ。ってことは、それ何かというと、北九州と福岡は同じ経済圏であることを意識しなきゃいけないんだけども、あまりにも違いすぎんですよ。ただね、やっぱりそこがね、一つになっていかないとダメなんですよね。うん。これからやっぱり皆さんね、ぜひ、その辺が鍵になってきますんで、で、我々としてもね、その福岡っていうのはそういう目で見ているのと同時に、我々お客様に対してね、電話をかけさせていただくコールセンターっていうのは福岡にありますんで、そういうことで私福岡の方に何回も何回も出入りしてるとなんですけど、ただもっと言えば私の血が半分福岡なんですよ。私の、父はまあ週刊でしたから、週刊ね、知ってますよね、多分ね、皆さん知らないってことないと思うんですけど、なんですよね。はい。ということであります。なのでだからラジオやるんだわ、これね。じわじわとですね、なんで国際金融都市なの福岡だからね、今からで、例えばなんですけどね、そのまあ、もちろん何て言うかな、一般のそのなんか、まあ、働き手の方々も来てもらっても全然構わないんだけども、やっぱ基本的にはやっぱりまずは富裕層が来るんですよね。でそうなった時に、その福岡っていうのが果たしてその富裕層が住むに値するようなマンションがあるのかっていうと、ないんですよ。ない。基本的にはね、150平米以上ないとダメなんですよ、外人っていうのは。もうダメだからね、もう福岡の不動産業の方々はね、もう真っ先にこれ考えた方がいいですね。別に大濠公園の近くにね、まあ、ちっちゃいの作ってもしょうがないんですよ、これは。もうね。はい。はい。ということでですね、ラブ FM の話はここまでということであります。ぜひ、明日から聞いてください。皆さんの感想をお待ちしております。はい。で、はい。あとこれだな。はい。じゃあですね、ちょっとそろそろ、なんか今トイレに行きますって言い方いましたけども、ここから重要な話をさらにしていきたいと思います。まあ約1時間ぐらいかな。ちょっと30分遅れちゃったんですいません。1時半ぐらいまで気をつけてくださいね。お付き合いしてくださいね。では皆さんの方から質問に答えたいと思います。さっきも言ってました、今1318名の方がご覧になってるんですけども、このいいね、高評価サイン、高評価サインを押してください。今630名ぐらいなんで。はい。これ押してください。まあ、ぜひこのいいねを1000名まで持ってきたいんで、まあ、バンバン押してください。これバンバンね。はい。ではいいですか、答えますよ。ですね、お名前じゃなくて匿名で質問されている方はですね、原則としてお答えすることは控えたいと思います。当たり前だけど、誇張名を名乗ってんだからそれは当然だろうってことですよね。はい。ラジオネームとかそういう話はありませんからね。やりたいと思うんですけども、はい。まずですね、ジェード会員の方ですね、M さん。まあ、これ名前書いてあるんですけど、ここでイニシャルで言いますけど、M さん。はい、ありがとうございます。原田武雄代表のお名前は、誰がどのような思いでつけられたのでしょうか。名前の意味と名前を呼び合う中で印象伝達が言霊と関わりがあるような気がしています。いやー、ありがとうございます。原田武雄の武雄というのは、武士の武に夫、まあ、物の夫というふうに書きます。はい。で、この武雄はですね、二人の方から取りました。一つはですね、何かというと、当時首相だった、当時はその直後だけど、三木武雄さんですね。三木武雄さん。三木さんってどういう一族か皆さんご存知ですね。三木さんって知ってますか？ね、新たを作る一族ですよね。徳島県ね。三木さん。その三木武雄首相の武雄から取りました。三木武雄首相っても非常に不思議ですよね。あれだけ大派閥にこう、ね、囲まれながらも首相としてカミソリミキみたいな感じでね、党内、野党じゃありませんけども、切り込んでいった。でやっぱりそれはね、どうしてかって、そういう役割の方だからなんですよ。我が国の本当の権力の中心とつながっているからですよね。
はい、まず一つです。あともう一つは広瀬武雄です。知ってます皆さん、ロシアにおける広瀬武雄って読んだことある人、皆さんあの書いてください。ロシアにおける広瀬武雄という本を読んだことある人ないかな、あります、あります、ロシアにおける広瀬武雄知らない、知らないの皆さん、ダメだな、ちゃんと読んでくださいね。ユダヤ人じゃないって、だからロシアにおける武雄温泉じゃないって、だからロシアにおける広瀬武雄っていう有名な本があるのです。広瀬香美じゃないって、だから知らないんだろうな。そう、そう、広瀬だけを。うん。キララ七番星さん。そう。広瀬さんでね、広瀬武雄は最後、亡くなるまでね、ラッパを手から離しませんでしたみたいな有名な言葉ありますけど。あのですね、ロシアの広瀬武雄からも取られてます。で、広瀬武雄っていうのは、まあ、武官としてですね、サンクトペテルスブルグに、赴任をして、ロシアのですね、帝政ロシアの。で、まあ、そこでですね、社交界に入っていって、たくさんの情報を、日露戦争の前に取ってくるわけですよね。うん。まあ、要するにインテリジェンスですよ。お分かりいただけました。私がですね、何故にサンクトペテルスブルグに何度も行ってですね、あそこの国立経済大学とですね、もう何事もなかったかのように、もう普通のもうアミティエみたいな、友達みたいな感じでですね、なぜ行けるかというと、まあ、そういうことなんですよ。ね、私の武雄という名前は2つから来てます。三木武雄と広瀬武雄です。はい。もう一つですね、代表が常々おっしゃっておられる、まあ私が言ってるです。本質的な展開の中で無から有、有から無の話が印象深く、私の業界でも認識の似た認識の用語がありますと。神事と近代科学がどのような接点となるかヒントをいただきたいです。まあそうですね、端的に言うとこれね、何の話をしてるか分かります？要するにもう人類ここまで来るとですね、まあ一つしかないんですよ、これから出てくることは。あ、ここメモした方がいいですよ、これ皆さん。皆さんメモ用意した方がいいよ、これ。メモ用意した方がいいよ。要するにですね、今はもうもうね、世界史もここまで来ると、そうそう、広瀬武雄って日田出身なんですよ。あのですね、要するに無から有、有から無を生む、要するにこれが次元を飛ばすっていう話と同じなんですけど、ここの部分の科学技術しかないんですもん、はっきり言って。で、この科学技術っていうのがどの国から出てくるかってことなんです。で、かつですね、この科学技術の根本にあるものっていうのを誰が一体説明ができるのかっていうところが今アカデミアの中における最前線です。だからね、皆さん、まあ、本質的な議論ってことを言ってますけども、はい、よろしいですかね。うん。まあ、エドワードさん、まだ言ってんだね、もう。結構ですよ、どうぞ。はい。もう、私は必要ないってことだと思いますので、これまでありがとうございました。はい。もう、あなた新しい会員の方をお迎えしたいと思います。はい。それをともかくとしてですね、まあ、別れあっての出会いですからね。はい。我々もですね、まあ、ちょっと話変わりますけど、まあ、そういう状況の中でより広くのたくさんの方々にお伝えするためにですね、そのモダリティもどんどん変わってきますんでね、うん、パックスジャポニカまさにそうなんですけど、まあなんか投資顧問とかそういう世界でも全くありませんので我々は結構であります、はい、どうもありがとうございました。これまでですね、いわゆるそのなんて言うんでしょうね、無から有、有から無っていうのがこう、まあ生まれてくるっていう、交互にね、生まれてくるっていうところの部分というのが、結局、すべてなんですよ。で、すべてはって何かっていうと、その根幹にあるのが、まあ、光は、波であり、同時に粒子であるという、量子力学の、基本的な法則なんですね。まあ、これはもうね、我々のその会員制サービス払った経験者って入るともう嫌ってこと聞くので、その辺ご存知だと思うんですけど、ただ、まあ、これね、今まで関連論でずっとね、払った経験も言ってたんじゃないかと、いうふうに多分思ってたと思うんですけど、今年から実装し始めますんで、そこ何かっていうと、その部分について、とあるですね、アカデミアと正式に共同研究を始めますので、まあ、ちょっとまだ対外公表できないんですけど、我が国の最高峰のですね研究者の方々とこの研究を誰がやるのと、私です私がやらせていただきますので、はい。なんでですね、もうなんか、こんなところでうじうじうじ言ったりとか、なんかもうね、コメントやろうのね、時代終わったんですよ。もう実際やってるんで、もう実際やってるんです。ただもうこのね、まあ若干エンタメ的な要素もこれあり、まあ皆様方に大変日頃から対応するようになってるので、はい。ね。うん、ありがとうございますね。もうみこさんね、ありがとうございます。本当そういう、
もうほんとね、いつもお世話になってます。まあ、どなた方か大体わかりますけども、ありがとうございます。ですね、我々の研究所は、そういう意味においてですね、もう評論家ではもうないんです。去年の後半ぐらいからないんです。これも会員の方であれば、じっくりとですね、まあ、お気になられてるとご存知だと思うんですけども、実はもうアクティビストになってるんですよ。で、今年はますますなっていくんで、だからこの無から有、有から無っていう話はまさに典型です。ここは、じゃあ、お前はなんかね、すごい数式書いて、いや、そうじゃない共同研究のやり方もあるんですよ、その三角の仕方も。で、それで正式にやることになってますから、まあ、ぜひ楽しみにしておいてください。ちょっと一人の M さんの、質問にばっかり答えてしまったので、ですね、はい。どこがいいかな、はい。ですね、ゴールド会員の、こちらも M さんですけど、はい、いつもありがとうございます。ですね、デフォルトの先における国家の統治や監視の枠組みはすでに決まっているのでしょうか。まずね、デフォルトした後ね、国家はないんですよ。ないの。だから統治とかね、監視っていうのはもう考えない方がいいと思います。そんなところじゃないので。で、それはね、皆さんね、なんだかでその国があるからどうのこうのなんて議論は、むしろね、国の存在を前提としてるんですよ。うん、ね、はい、今茂さんからなかなか素晴らしいナイス質問が来たので後で答えます。よろしいですかね。だからね、国がなくなった時我々が本当に生きていけるかってことは、生きていけないですよこれ。だから何が必要なのかというと、ゲマインシャフトが必要なんですよ。ああ徳永さんすごいね、社会保障と国防がなくなりますから。要するにね、各コミュニティしかなくなっちゃうんですよ。うん、各コミュニティしかなくなっちゃうんです。だから我々はですね、原田教ゲマインシャフトという会員制度を実装、なんていうかね、ちゃんとした力のあるものにしようということを今やってるわけです。会員になられたい方はぜひね、今すぐ申し込んでくださいね。もうトライアルとかね、それぬるいんじゃなくて、もう今から会員になってください。会員になりたい方はこちらとか言って出しますんで、今すぐ会員になってください。はい、こちらから。ね。なぜ皆さんが会員にならなければならないのか。今申し上げているようにですね、もうなんだかんだ言ってね、評論家の時代も終わったんです。もう我々はもう去年の後半から実動で、実際に私自身は皆さんにこうやってレポートとか YouTube 出てる時間以外は全部その作業に当ててます。で、今年はますますそうなってきます。来年はもっともっとそうなります。で、そうなった時に、一つはね、今も言ったように無から有、有から無っていうのも、その平田篤種がどうのこうのとか、なんか言霊学がどうのこうのとか、なんとかなんとか、そんなレベルじゃなくて、実際のアカデミアのレベル感でやっていく必要があるんですよ。で、だからその際にですね、ランゲージとしてね、必要なのが、要するにコンピューター科学でありね、 AI でもあるんですよ。だから私今修士課程で立教大学で学んでるんですけど、大学院でやってるんですね。さっきまで課題やってて結構大変だったんですけど、でですね、もう一回申し上げますけれども、なぜ皆さん会員にならなければならないのか。先ほど言ったように、国家はデフォルトになったらなくなるんですよ。なくなった時にじゃあどうなるのかっていうと、ある意味すごいことになる。でもある意味何も起きない。うん。どうしてかっていうと、特にね、皆さんが一番関心あるのは通貨だと思うんですよ。で、皆さんね、その通貨っていうのは基本的に日本国が出してて、日本国っていうのはなんとなくお金持ってそうだからで、そのね、日本国が、深い関係のが日本銀行で、その日本銀行が発行している法定通貨が円なので、だから円使おうかっていう話になってるんですよ。で、今どういう論争になってるかっていうと、いや、日本はデフォルトになると、デフォルトになるというのは日本の国政府が債務を払えなくなるってことなんで、ってことは日銀が大量の国債を持ってる。じゃあその国債はどうなっちゃうの、紙切れになるじゃないか、ね、紙切れになっちゃうじゃないかってことなんですよ。で、そうなると、その日本国債が支えてるのは日本円の価値なんだから、日本円が大暴落して大変なことになるんじゃないか。本当皆さんにお聞きしたいんですけども、日本がデフォルトになると思う人、デフォルトになると、チャットに書いてください。デフォルトになる、日本はデフォルトになる。うん、デフォルトになると思う人は、デフォルトになると思うと書いてください。なる。うん。なる。うん。
あのですね、私の答えはまだ皆さんには言いません。え、だって寝坊とね、あれ?あ、もう言ってなかったみたいな。いや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 、皆さんとの関係はそんなまだ浅いから。言ってませんからね。ただね、私が申し上げたいのは、デフォルトにならない条件としては何なのかってことなんですよ。もう一回言いますよ。デフォルトにならないとすればどういう条件が満たされる必要がありますか。じゃあ皆さんちょっと書いてみて。デフォルトになるなると分かった分かった。もうなるとか分かりましたから。皆さんがね、思ってるところよく分かりました。だけども、デフォルトにならないとすれば、じゃあなんでならないんですかね。お、止まっちゃったね。うん。リンコちゃんまでなるとか書いてる。例えばですよ。ね、皆さんが1億円借金してた。事業、結局事業うまくいかなかった。で、不当たり出しちゃった。あ、デフォルトになるんじゃないか。会社としてもう無理なんじゃないかって時に、たった一つだけ方法がありませんか。企業では引き当て金が出てくるってことですよね。うん。それと同じですよ。結局。大体、7000兆円 ?9000 兆円って言いましたっけ?我が国の地方公共団体。も含めての債務残高ってそれぐらいあるんですよ。それがある日突然全部消えたらどうなります。そんなことあるのか。レッツシーですね。はい、わかりますか。それがね、これから起きることなのですよ。うん。日本国の身売りとかそういうまたネガティブワードを言っても好きだねみんな。つまりですね、そこでやっぱオーナーが出てくるって話です。じゃあそのオーナーがどこの、どうやってどういう出てくるのかってことですよ。それはね、なんか自分が日本国の王であるというふうに宣称してるのかどうか分かりませんけどね、なんかいや日本はデフォルトになるわけないじゃないかみたいなね、タイタニック号のわけじゃないじゃないかみたいなのがテレビで言ってみたりとかって、そんな元総理がそんなことできるわけないんですよ。何ら権限がない人だって困りますので、それは。そうではありません。はい。なので皆さんですね、注目しなきゃいけないのはね、なんかもう矢野財務次官、ああダメだみたいな、でも岸田さんがそれはそうだって言ってるからそうなってんだって、それに対してね、安倍さんがそうじゃないって、もうどうなんね、それに対してなんか三浦瑠麗さんがね、まあまあ言ってるみたいな、まあそういう、どうでもいいんで、今日ちょうどあれかな、あ、今日1時、あれ ?1 時からかな、朝までの生テレビで私の外務省の時の松川るい参議院議員が出ますけども、まあね、お疲れ様ですって感じなんですけど、まあそんなのやったら何意味ないんでね。いいですか、もう一回言いますけどね、会社が潰れそうになってる時にこんなん出てきましたって言って引き当て金が出てきたらどうなんだって話なんですよ。潰れないんですよ、そうなった時に。そこが本当の焦点なんです。それ以外は何の焦点もありません。もう誰も何も期待しませんから。だけどもその目詰まりが起きている、その引き当て金、国家にとっての引き当て金が無事に出るとなれば、これは我が国は世界の中心になります。かつてのように。非常にシンプルな話です。シンプルな話でありですね、これはもう人間関係の話です。もっと教えてくれよみたいな。で、ここでですね、ゴールド会員、あ、来ましたよ、ゴールド会員のユウさん、ね、淡路島だと思いますけど、いつもありがとうございます。この間、隣に座りましたね、沖縄でね。ユウさん、ありがとうございます、いつも。原代表に質問ですが、2人の署名者のうち1名が亡くなられたとのことですが、新たな署名者は決まったのでしょうか。その方は〇〇様ですか。署名者って何かっていうと、今言ったようにですね、これ結構すごい際どい話ですよ、これ皆さん。ちゃんと聞いてね、これね。これもっと聞きたい方はこのいいねちゃんと押してね、これね。高評価ちゃんと押してくださいね、これね。もう一回言いますよ。矢野財務次官、1年前とね、1年後である今日、どこが違うかっていうと、私はあの時もデフォルトの議論をしてたんですよ。で、皆さんがデフォルトなんかなるかいなって思ってたんだわ。ところがですね、矢野財務次官が、あのね、金庫番の矢野財務次官が本当になるって言い出したんで、風向き一気に変わったんですよ。
僕ね全然褒められてないんだけど、なんで誰も褒めてくれないですかねこれね。でも我々だってこのデフォルトの話ばっかり言ってるでしょね。うん、よろしいですかね。でその時に今ね1500兆円とかなんて、そんな感じないですよ。表向きは全くどこにもない、どこにもない公会計には。最後の一滴まで、すなわち皆さんの医療保険、うん、年金等々まで全部基本的に支給がゼロになるまでやったとしても払えないです。ってことは何を見せてるかというと、もうここから先ね待ってる道はたった一つなんですよ。たった一つ、うん、それは何かっていうと引き当て金が出てくるかどうか。じゃあその引き当て金ではどうやって出すのかというと、それは当たり前だけどね、それ署名する人がいるわけですよ。じゃあその署名する人もう一人どうなっちゃったの、二人いたってことなの、えっていう。二人はいないんですね、一人なんですけどね。まあ重要なのはその一人の方が亡くなられたんだけども、その後が体制がどうなったのかということなんです。でそこから先は申し訳ないんですけど、皆様方はこの場ではお尻になってはいけないというか、なるべきでもないことなんです。現実が起きたら分かりますから。つまりそれがね、署名者は誰であるかの、そんなどうでもいい話だ、そんなもん。そう、貸し倒れ引き当て金みたいな。そう、徳永さん今日冴えてるね、さすが。元来すごい冴えてる方なんですよね、知ってますよでですね、とにかくそこはねものすごく重要な話で、うん、署名者が誰であるかっていうのは関係のない話なんです、皆さんにとっては。そんなもんしてどうすんだってことなんだよ、うん、でそうじゃなくて、出てきたら分かるよってことなんです、静かに。ただね、まあ、こういう話をしてるのと私が忙しくなってることが分かるでしょってことです。ということで、まあゴールド会員のユウさんは今度またゆっくり話しましょう。はい、ですね、あとなんだろうな、はい、どこがいいかな、たくさんちょっといただいた、ああそうそうそう、それでですね、ああちょっと待ってよ、その順番で話さない方がいいか、ああああ、ですね、先ほどはしげるさんという方も確か質問されてたと思うんですけども、ジェイド会員の愛さん、はい、いつもありがとうございます。お世話になっております。ありがとうございます。茨城県在住なので、先日の音声レポート。私は音声レポートなるものを出しているのは皆さん当然知ってますよね。聞いたことありますよね。私の音声レポート聞いたことある人は、聞いたことあるって言ってください。チャットに書いてください。チャットに。で私の音声レポート、日刊新田行とか、聞いたことあります？あります？ある。ある。今日ちょっとやっぱチャットの動きは遅いね。やっぱり人数少ないな。この間やっぱり2,000〜3,000人近くいたので、ちょっとね、ダメだな。皆さん、ちょっともうちょっとリアルタイムで動こうね。あとね、35分ぐらいありますから。で、それでですね、音声レポートの中でも話したんですけど、これからは最終的には茨城なんだわ。え？そんな？と思うかもしれませんけど、ぜひ考えていただきたいのはね、まあ、我が国のデフォルトになるというのはとんでもない事態なんですよ。で、どれぐらいとんでもないかっていうと、今ね、まあ、単にその政府レベルで大変なことになってるだけじゃなくて、まあ、国防も大変なことになってる。そこは問題ないんじゃなくてですね、我が国の本当の権力の中心、すなわち皇室も今大変なことになってるわけでしょ。じゃあこの皇室がじゃあどうなるのかっていうところで、我々の方から非常に今ですね、きっちりと見なきゃいけないポイントというのは何かっていうと、先ほど言ったようにね、これから動くのは西日本なんですよ。私が今ね京都にいるのもその理由ですからね、これね別に遊んでるわけじゃないですからね。西日本なんですよ。この西日本が動いた時に、動くかもしれないっていう時に、やっぱり重しが必要なんですよ、そこにバシッと、うん、で音声レポートで話しましたけど、この重しがバシッとってなるために何が必要かっていうと、やはりですね、お戻り遊ばされる必要があるのです。はい、お分かりいただけますかね。うん、ここはねすごく重要な話です。でいつね、京都の方にお集まりになられるのかどうか、ね、我が国本当の権力の中心っていうのは何の権威じゃないのかって、この辺だから先々週話したでしょ、私先週か先週の週刊あなた聞いてください。こういうところで分かっちゃうんで、皆さん聞いてないのがね、本当の権威があって権力が存在するんですよ。だから今の政治っていうのは権力と権威ね、手続き論でどんなに選挙で勝ったとしても、それは別に権威を伴ってないので、いつも変わっちゃうんですよ。権威はたった一つなんです。権威には
3つの要素があるんです。1つは未来を正確に言うことができること、ね、で2番目が未来はこうなるよっていう中において皆さんが幸せになるようなための幸せになるための技術、圧倒的な技術力を持ってるってことです。で3番目が何かというと、これらを支える圧倒的な金融財政力があるってことです。いいですか、もう一回ね言いますよ。皆さんなんかコメントでさ、地震が起きたとか、そんなちっちゃい、もうある意味ちっちゃいことですか、それは。別に皆さんに未来にお役目があれば別に助かるんで大丈夫ですか、そんなこと関係ない。今それよりももっと重要な話してるから、あの民主主義的な手続きで選ばれた権力、むき出しの暴力であるゲバルトですね、ドイツ語で言うと、このゲバルトは決してですね、権威をそのままそのものとしては持ってないんです。なぜならば権威があって初めて権力は存在しているからです。だから日本の総理大臣はしょっちゅう変わるんです。だから手続きじゃないんです、民主主義じゃないんです。じゃあその本当の要素は何か、3つなんですよ。もう一回言いますけどね、未来を的確に言うことができる、要するに明日雪だよって本当に雪降ったらみんな驚くし、明日日食だよっていうか太陽が欠けちゃうよって本当に太陽が欠け始めたらみんなビビっちゃうわけですよね。でこの未来が起きた時に確実にそれ言った通りになった時に、いやこうしたらいいよ、こういうふうにすれば防げるよっていう、いわゆるですね、あの圧倒的な技術力が必要なんです。でこの圧倒的な技術力があって、それを支える圧倒的な財務金融力があって、この三位一体があって初めて権威がなんですよ。ところが現在の象徴天皇制においてはこれはバラバラにされてるんです。だからこれから必要なことは何かっていうと、この三位一体が一つになるってことなんです。必要になると、一つになるとそれが本当の権力になってくるってことなんです。わかりました、本当に起きることっていうのはね。なのでそうなった時にね、じゃあそれをやるためには何かというと、やっぱり不穏な動きがあったらちょっと抑えに行かなきゃいけないんですよ。抑えに行くってことは何かというと、我が国ってのは東と日本、まあこうビヨーンとこうなってますけど、東と西でしょ、西にこっちぶれるってことは、こっち戻すために東に行かなきゃいけないんですよ。こうなってこうなるんです、こうなってこうなるってことです。いいですか、こうなってこうなるってことはどこかというと、東京から東に行くってことなんですよ。東に行ったってね、どこですかねって言って、まあ、本州だったらそれは、犬吠埼わかりました、そういうことです。はい、だからもうこれはあの我々が生きてる間にそうなっていくってことですね。あとですね、はい、何がいいかな、あ、デジタル通貨イーシアについて詳しく知りたいです。ジェイドの、T さん、ありがとうございます。そんな中ですね、私どもが一体何をしようとしているのか、はい、というと、あ、これチャットでもう一回出しますけどね、ぜひあの会員になってくださいね。どうしてかというと、会員にならないと私たちの、発行するですね、デジタル通貨、私の研究所が発行するんですよ、デジタル通貨、知ってましたこれを得ることができないからです。皆さんだからね、こんなぼーっとね、この YouTube 聞いてない場合じゃないよ、これ。早く会員になった方がいいよ、これ。本当に。悪いこと言わないので。で、我々はですね、どういうデジタル通貨を出すのかというと、EECIAって言います。E っていうのは E ですね。エレクトリックの E です。EECIAっていうのを出します。うん。で、EECIAはですね、あ、今いい質問来ましたね。上場しますか？まあ別にあの皆さんだあの目論見書も何も出す必要ないんですけども、 IO はします。私の考えとして IO します。ただ国内でするかどうかは分かりません。で EECIAって何かっていうとですね、これは我々の会員制サービスがあります。でその中におけるコミュニティの通貨です。これを1月の終わりに発行します。で今までね、まあイーサリアンベースでスマートコントラクトどうのこうのっていろいろありましたけども、今までのそのいわゆるデジタル通貨っていうのはみんなね、どっちかだったんですよ。法定通貨が単にデータになったものか、あるいはですね、何の裏付けもなくて、なんか機械的にですね、そのマイニングだとか言ってバーッとコンピューターつなげて計算を解いてどうのこうのみたいな、何の根拠もなかった。だけども今ですね、デジタル通貨次の時代を迎えてます。まあ NFT って皆さんご存知だと思いますけど、 NFT っていうのはね、なんかそのデジタル作品で、デジタル作品がなんでそんな何億円もすんだみたいな、ちょっと皆さんはドーンと思ってるかもしれないんですけども、あのそれよりもですね、人的な、それ人間と人間がつながっているというその実態をベースにしながら、例えばサッカーチームとかね、
サッカーチームとかそういうのの実際のその活動、うん、あの徳永さんいいと思うんですけど、あのこのコミュニティにですね、我々の中では皆さんのデジタル円で、だからデジタル円ではですね、だからザデフォルトになっちゃうでしょ。だからダメなんだって。デジタル円っていうのデフォルトになるから、その根拠の結局ね、紙をねデータにした中央銀行が作るデジタル通貨って何の意味もないんですよ。何の意味もない。じゃあ何が意味があるかというと、今言ったようにその人々の、あの間でですね、どういうですね、つながりがあるのかで、我々の、会員制サービスっていうのはどんどん今ですね、デジタルプラットフォームがあって、でその中でですね、いろんなやり取りがどんどんすることになってます。で皆さんビジネスのやり取りもどんどんなってきます。今コミュニティどんどん作って、どんどん活性化してます。でその中で大いに盛り上げた人に対してマイニングということで、客観的に、そう、1月末に出しますよ、まやさん早いとか会員になってですね、そのイーシャネストっていうデジタルプラットフォームがあるんですけど、そこに皆さん登録されて、てかまず会員にならなきゃいけないんだけど、で会員になって、だから会員早くなってね、ちょっともう一回出すけど早くなってくださいね、これね、さっきの CS60 のプランでもいいんだけども、でそれで皆さんですね、デジタル通貨、我々のね、そのコミュニティ、今だいたい900名ほど会員の方がいらして、どんどんこれが増えますから、増える理由もはっきりしてるんですけど、でそれで皆さん使いますと。でそうなると、まあ最低限その日本円っていうのが、もし本当に全然なくなりました、まあ価値がなくなりました、みんなが使う気なくなりましたって時に、もちろん農業従事者の方々もね、何もいらっしゃるわけですよ、うん、あるいは特定のサービスねをその、提供されてる方もいます。その方々皆さんがそのサービスとか物を交換する時の通貨っていうのは、いい視野を使ってくださって全く結構なわけです。よろしいですか。でしかもですね、これそうなる前にこのコミュニティを盛り上げた人がたくさんもらえるって、だから書き込みするだけじゃなくて、その特定のねテーマについて掘り下げていくだけじゃなくてですね、いろいろこう会員を、まあ、巻き込んでいくって、そういう作業をしてくれた方々にこうぐるんぐるんね、こう言いっぱなしじゃなくて、という方にこのデジタル通貨を発行するんですよ、うん、どんどんもらっちゃって、はい。でこっから先問題なんですけども、このイーシャーというのは、だから会員になられてダメなんです。だけども、その次何が起きるかっていうと、そうやってね、もうこう盛り上がってて、で一定のね、レベルの、まあその、まあ、意識のね高い皆様方が会員になられてる、こういうところにね、企業はもうほんとね、広告出したくてしょうがないわけですよ。あるいは何か物をね提供したくてしょうがないわけです。売りたくてしょうがないわけです。だから当然コンコンコンとこのデジタルプラットフォームで皆さん、あの楽しそうにやってるんで、うちちょっと仲間入れてくださいと企業がやっていくんですよ。まあ、ていうかうちの営業が営業するんですけど、でそうしたらですね、じゃあ分かったと、じゃあこの広告やりたいって言うんですけど、広告出したいって言ってる人、まあ、10イーシャーぐらい必要だと思うんだけど、皆さん1イーシャーいくらで売りますかって言った時に、じゃあ俺は1イーシャー3000円だ、いや1万円だ、300円だ、10万円だって、いろんな人はですね、オークションで言うんですよ。でそれでですね、じゃあ最高価格で1医者1万円で、10医師なんで10万円、じゃあ10万円払ったらば広告を一定期間展開していいですよ。その瞬間にオークションですよ、その瞬間に皆さんが会員になった後に、1月末以降ですね、その貢献度に応じて、自動的に AI がですね配布していく、このいい医者、我々の医者が発行するあのデジタル通貨というのは、バーチャルに価値を持ち始めるんですよ。それまで頑張ってですね、20イーシャ持ってた、単にですねイーサリアム的な、スマートコントラクトでですね、なんかデータが20単位あれだっかなと思ったら、なんと、え、それ1万円に今取引されてるのと、20万円これっていうことになってくるんですよ。ビットコインってペックはしません。でこっから先がさらにすごいところなんですよ面白いところ、さらにもっと言ってですね、これは次ね、ある段階で、まあそんな遠くありませんけども、まあ、おそらくシンガポールになる可能性が高いと思うんですけども、海外でね、IEO をします。IEO っていうのは ICO とします。違います。IEO っていうのは我々が今、それ事業自体があるというところを全体として判断して、全世界の方々にこういう声が出るということを宣明します。で、同時に、先ほど署名権者の話ありましたね。なんとなく分かりません。まあ皆さんね、ひらめきっていうのは違うことと違うことを A と B をつなげたところに来るんですよ。よろしいですか。いい視野という実態がありますと、いい視野がよく分からんけども、
意思はよく分からんけれども、なんとなく今申し上げたようなその引き当て金、国家の引き当て金とかどうも関係がありそうだと。これまず一つのストーリーね。であともう一つは、うん、ね、だからもうね、その揚げ足とんのやめなよピッピさん、もうかわいい、かわいい名前してるけど、シンガポールはね、あのごめんなさいね、もう皆さんには言ってなかったんで、シンガポールの王様って知ってるんで僕はあのそちらのラインでやりますから関係ないんですよ。それでですね、華僑の話じゃないんですこれは。でこちらのね、その流れとしての、まあ、国家の引き当て金っていうのともイーシャー関係してんじゃないかって話と、そのイーシャーが発行するって、これは足したらどういう話になりますか。わかります？ようやくわかりました。はい、松川さん、ご本当にありがとうございますね。いいですか、日本円っていうのはなんで皆さん使ってんの。金準備が6000億円ある、6000トンあるからでしょ。そういうことですよ。だから皆さんは、いや別にねこれ言うとまた、まあ面倒くさいことになるので言いませんけど、できればうちの会員なんとなく入っておいた方がいいんじゃないですかね多分も僕言いましたよねこの場でね。だってデフォルト1年前に皆さん言ってるのデフォルトだと思ってなかったでしょ。まあでもね、そういうこと言っても皆さんまだね入らない人いると思うんで、もうチラッとだけ出しますけど、もう今更ねそのね、あもうだん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 ね分かりましたねこれね。はい、もうトライアル会員なんてぬるいこと言ってなくてね、もうトライアルで2週間みたいな感じじゃなくて、もうとっとと会員になってください。もう皆さん、あのトライアル会員の方にはいいシェアを渡されませんので、当たり前だけどね、だから何度も言ってるんですよ、会員になった方がいいですよって。だからね、あの会員の方はって今ね密かに知ってるんだけど言わないんですよ、そうだっていうことをね。だからね、今日それを皆さんにお話をしたかったなと思ってます。もう一回言いますか。そう、はい、浦瀬さんありがとうございます。はい、すごいですっていうもう一回言いますよ、もう一回言いますよね、真夜中にこの1時過ぎにもう一回言いますよ。会員制サービス、なぜうちの会員にならなければならないのか、その理由はデジタル通貨 EECIA の発行にあります。なぜならば我が国は限りなく国家がデフォルトになっていく、そのためにはそのなっていくとどうなるかというと、現在の法定通貨は価値を失う可能性が極めて高い。だってね、財務次官がデフォルトになるって言ってるんですよ。だから J コインだなんだかんだっていう形でね、一生懸命こう民間の企業、でかい企業の中に寄ってたかってデジタル通貨出そうとしてる。でもそんなのはダメなんだわ。なぜならばでかい会社であればあるほどその資産運用は全部日本国債でやらされてるからです。だから共になんですよ。でそうなった時に重要なのは、あの人々の交わりをベースとした実体がある人的集団のそのトランザクションにですね結びつけられた新しいデジタル通貨なんですよ。でしかもそれの発行主体というのは、先ほど申し上げたように、なんとその国家のね引き当て金、作業にもよくわかんないけども関与してるんじゃないかと、まあ、それは分かってくるんですけど、なったらどうなるかと思うんですよ。こっちとこっちくっついたらね、早く帰った方がいいですよね。よろしい、もう一回ですよ、もう一回ですから。本当にこれね、皆さん殺到するとき来るんですよ、来るんですよ。そうするとね、我々やっぱり今ね、あのうちの顧客対応のチームもやっぱり人間限りがあるんで入れなくなるっちゃうんだわこれ。よろしいですかね。はい、あとどなたがいいかな、あと3問ぐらいいけるかな。はい、はい、ですね、スタートアップ会員の、これ皆さん会員のランク言ってるんですけど、これね、スタートアップ会員の S さん、ありがとうございます。1兆円計を待たずにこのワクチン接種、まあ、今回のね、パンデミックのワクチン接種で多くの方が亡くなるのではないでしょうかと。20代で7割、30代以上は 90% 接種していますと。某ファイザーの CEO は自分は健康だから打つ必要はないと。ビオンテックの CEO は法律上自分は接種できないと述べています。おい、なんだと。いや、話なんですけど、まあ、我が国元ファイザー職員の女性は、まあ、この方が言うにはね、ニコ動で3回目打ったら死んでしまうと話していますと。この辺はですね、私は、まあ、抗体薬の経営の方のですね、お言葉を、実際の資料に基づきながらお話をする形でご説明したことあります。ブースターはですね、
端的に言うとですね、ブースターは4回目までが限界であるというのが抗体学の基本的な見解だと思います。なので今イスラエルが4回目始めてますね。だから私はね、もう1回オミクロンじゃないのが来る可能性があるんじゃないかなと分析を出してます。はい、ね、こうなった時に今我が国はね3回目なのかみたいな感じで、みたいな感じで、でもね、岸田さんがやっぱりマスクをね売っちゃって、もう捨てようみたいな言った段階で、我が国やっぱそれ組みしてないの分かるでしょ。やっぱり意思を持ち始めてるんですよ、我が国っていうのは。徐々に持ち始めになってます。なんですけども、やっぱりね、うまくやらないと、これブースターでも、ヨーロッパは4回目とか言ってるでしょ、これから3回目4回目で5回目になったところから、かなり、まあアナフィラキシーだけじゃないんですけど、抗体学的にはですね、有意なレベルでの死者数が出る可能性があるというのはあると思います。なのでこれね、山場は今年の1、2月でしたっけ、やるやっぱり北京オリンピックの前後ぐらい、ここをねうまく乗り過ごすことが、まあ、やり過ごすことが、もし人類ができたらば、まあ何かというと、まあ状況が変わると思います、はっきり申し上げると。で私は3月ぐらいから、なんかあったっけみたいな議論になってきて、今年の初夏ぐらい、初夏はですね、ダボス会議がもう開かれることになってますんで、はい。で、まあ、今後の中において、初夏か夏、まあ、秋にはもうほぼ完全に正常化してるんじゃないかなと思います。これ狙いはね、中国なんですよ。ただこれもね、米中対立がじゃーとか、またね、皆さんね、もう大好きな人でいるんだけど、台湾がどのことで、もうね、ないから。ないのですよ。で、どうしてかっていうと、先ほど言ったようにね、国家としての引き当て金が必要な状況というのは、我が国だけではないのですよ。他の国もみんな同じなんですよ。だけどみんなビビってやってないの、戦争やってないの、次やったら絶対に核戦争になるってことは分かってるからなんですよ。だからやらないんです。そのことをね、ぜひね、考えてほしいんですね。だけども我々が言ってる本当のパンデミックってのはその後なんですよ。我々はですね、そういうことで、日本はなんかやり過ごしたんじゃないかみたいな話になって、しばらくして2024年半ば以降ぐらいに、私は我が国初になるんじゃないかなということで、我々の研究所はずっと言ってます。胃腸炎系であって、胃腸炎系はですね、塩素をもってしかですね、基本的には死滅させることはできません。なんで今のアルコール殺菌、今だ今年の冬ね、ノロとかリタは若干入り始めても、そのせいなんですよ。皆さんアルコールで消えると思ったら違うんですね。手でちゃんと洗って、でしかもですね、基本的に今のなんて言うんでしょうね、衛生観念でいったところではなかなか防ぐのは難しいんですね。でしかも胃腸炎系っていうのは、皆さんよくご存知の通り、腸っていうのは実は造血作用がありますので、これもアメリカの学者たちも実は言ってますよね。なので何かっていうと、まずはですね、免疫力を保つ必要があります。免疫力ね、だからそれで最初の CS60 の話になるんですよ、皆さん。だからね、その免疫力をどうやって保つかっていうところが、基本的にはまずね、皆さんが生き残るために、死んじゃったらもう話になりませんからね。なので何度も言ってるけども、 CS60 のね、ぜひ接種者を目指されてる方、あるいは目指してる方って、もうなってる方は、はい、ね、こちらの方で、我々のプログラム、まあ、CS60 の、もう私はもう、ね、自分身をもって分かってますから、身をもって分かってますから、これは本当にもう別に誰々から言わされてとか、何度のものなんてお金もらってるので、私1円ももらってませんから、 CS60 むしろ払ってますから、私これ本当ですからね。はいね、なのでですね、そうか、あと質問か、はい、CS60 ぜひね、皆さん盛り上げてみましょう。ですね、はい、あとなんだろうな、はい、日本バブルはもう終わったのですか、このまま日本デフォルトに向かっているのですか。あ、これはダメだ、名前ないから答えるのやめよう名前がない方には答えません。ですね、あとはなんだろうな、名前がある、はい、これですね、東京電力の話です。はい、
東京電力の状況、デブリは地上にあるのでしょうか、答えられる範囲でお願いしますということで、ブラウンズ会員の愛さん、いつもありがとうございますからですね、ご連絡いただいてます。皆さんもうちょっとで1500だ、1500人ちょっとブラウジングで誘おうね、はい。であとこれあの、いいね高評価を押してない方ぜひ、これ押してください。ああよかった、今1500名になった。これ押していただくとブラウジングで反応してですね、アルゴリズムが動きますね。これ押してください。これね、ですね、東京電力の状況なんですけれども、私はですね、端的に申し上げて現状ですね、現状のいかなる技術をもってしてもトリチウム汚染水のですね、二次廃棄物が、残されてしまうということがですね、どうしても避けられないんですよ。なので、もちろんそのね、二次廃棄物がいろいろ出てきて、それをどうするか、例えば私自身もそれは当初はそういうふうに考えてました。例えばトリチウムっていうのが取れたとすると、それはですね、12年もすると半減期を迎えてヘリウム3になっていくんですよ。でヘリウム3っていうのは今ですね、アメリカとか中国とも世界各国が月にまで行って取りに行っている物質なんですよ。ただトリチウムあっていいじゃないか、でもそれはやっぱり放射性物質であって、あとセシウムとかストロンチウムとか他のものもたくさんあるので、やはりですね、それはそんなものあっちゃ困るよというふうに皆さんは思っちゃうわけですよ。だから俺んとこオラが村に持ってくるなという話になっちゃうんですね。やっぱりそのいわゆるですね、トリチウム汚染水の東京電力のですね、今技術公募をやってるんですけども、まあ10人ぐらいね採択されて、これから本格的な検討に入るなんてことがないんで出てましたけども、やっぱりそれと同時にこれどれか放水するんだっていうところを一生懸命やろうとしてるわけですね。うん、でまあエレベーターの話今ポセイドさんかけられましたけども、結局ですね、放射性物質の話、このね、そのトリチウム汚染水の話って何かっていうとですね、結局のところこの放射性物質、放射能が出るんだろうか、逆放射能というか、放射性物質の効能と逆のもの、要するに無と有ですね、プラスとマイナスを合わせれば、皆さんご存知の通り、あれですね、EM 菌とかバクテリアってよく皆さん言うんですけど、これは媒体に過ぎないと思います。私はまあ率直に申し上げて。つまりですね、まあ単純な生物であればあるほど、先ほど申し上げている、いわゆるその高エネルギー性の中性子も含めてですね、ストレートにこう作用していくんだと思うんですね。うん。高等な生物以上に。なんですけど、その媒体そのものってもっと原理的なところだと思います。すなわち何かというと、放射能が出るんであれば逆放射能を当てればいいんですよ。プラスとマイナスを打ち消すでしょ。で、その技術が我が国から出てくるかどうかというところを世界各国は見てるんだと思います。で、現実にその原理原則のところはすでに分かってます。だけども、まずですね、それを実験室における理論的なところじゃなくて、やはり最低限、その、汚染水を循環させて冷却水に使えばいい。いや、そうはいかないと思うんですけどね。まあ、とにかくですね、その無と有の世界の、要するにこれを、有から無にするっていうところを、やっていく必要があるんですよ。ところがこれを理論的じゃなくて実際に実装で科学技術でやろうとするとどうなるかってことなんですよ。やるとね、だって言うから無理なんでしょ。で皆さんこれ私見てるじゃないですか、このね、まあパソコンかスマホかわかりませんけど、この言うと無のこのね、言うが無になってるってことは、皆さんもこれ見てる皆さんも言うなんだから、ふっとこの中に吸い込まれちゃうってことなんですよ。皆さんもいなくなっちゃうんだよこれだからこれはね、やり方を間違えると終わっちゃうんですよ、全てが。わかりますかね、これ物理学やってる方はご存知だと思うんですけど、だからみんなこれ有と無の実験っていうのはできてないんです。でもこれをやりたくてしょうがないんですよ。でも変な形でやってくるっちゃ困るんですよ。帰ってこれないところの話じゃないんだよこれ。促進成仏みたいな世界じゃなくてもうなくなっちゃうんで、だからここをどうやってね、どうやってここを安定的に形でやっていくかっていうところが、これが実は連続的な演算子に基づいてなきゃいけないんですよ。だってプラスだったのがねマイナスですみたいな、こっちからこっちみたいになっちゃったら間戻ってこないでしょ。だからね、昨年の春ぐらいに私がねしきり皆さん方に説明を施そうと試みていた新しい演算子の話、まあ、大和山と最近は言わないんですけども、演算子の話になってくんですよ。これは連続的じゃないと戻ってこないんですよ。これわかりましたかね。なのですごく重要なことは何かというと、要するにですね、技術的なもう論理的なもあるんですよ。でもそれを社会実装するためには、そのラボの中でまずはその実験に成功する。でそのためにやっぱり資金が必要です。でそれと同時に
ですね、これを明らかに放射性物質との関係でやっていく必要なんですよ。これはもう東大とかですね、京大とか東北大とかそれなりのところじゃなきゃできないんです。で、やって、で、しかもそれを、まあ、経産省にも何にも東大にも全部認めさせるというかなり大掛かりな話になってきます。結果的にこれは全部金の話になりますんで、金が動かないからダメなんだけど、この金は相当な金額になってくるわけですよね。はい。あとなんだろうな。あと1つか2つぐらい答えられるかな。皆さんの方からですね、あとなんか知りたいことありますかね。はい。これもだな、あれだ、名前書いてないからダメだ。あとですね、はい。スタートアップのユウさん。はい。ありがとうございます。英語と中国語では習得の難易度はどちらが高いですか？なんか全然関係ないじゃん、これと思うかもしれませんけど。また今後の有用性はどちらが高いですか？中国は4分割されると思うんですが、分割された4つの中にチベットやウイグルは含まれるでしょうか？その場合、残りの2つは漢民族とマンモンといったところでしょうか？ですね、皆さん、この2年間コロナの間何やってきましたか？だるいなーみたいな感じでですね、毎日なんかお酒飲んでても終わっちゃうじゃなくて、実は学ぶべきだったんでしょうねってことは、まあ今度来て音声レポートで忘れずっと毎回のように申し上げてます。で、特にですね、やっぱり我々アングロサクソンというか、まあね、昭和天皇がですね、冷戦構造ができたっていうことで、冷戦が始まったって言った時に、マッカーサーに対してことここに呼んだらば、アングロサクソンに守ってもらわなきゃ困る。っていうふうにご発言されたという非常に有名な伝聞がありますけれども、でそれによってですね、目が全部アメリカに向いちゃったんですよ。だけどもこれからは自分自身に向くんです。こうやって自分自身に向くんですよ。自分自身に向くってことは、なんか普通に今インターンの方から明けましておめでとうございます。今めちゃめちゃ忙しいんで、ごめんね、後でちょっと返事するから。 ですね、ですね、まあ、自分自身に向かなきゃいけない。でも自分自身に向かうってことは何かというと、内なるほどきと外なる結びっていうことをここに来て言ってました。これは私のメンターがずっとここに来てずっとおっしゃってることなんだけども、要するにですね、自分自身でこだわったものを溶かしていくって2年間だったんですよ。で、私も基本的にヨーロッパ言語ばっかりやってました。なんで中国語やろうバーンってやって、まあ、一応 HSK5 級まで行って、まあ、今度6級なんで6級大丈夫かなみたいな感じで今一生懸命やってるんですけど、ということですね。あと AI の話もそうです。私は文系でした。だけどもそれをやっぱりコンピューター科学、あるいはですね、人工知能科学という形でもこれやらざるを得ない、やるところでやろうってことでやりました。内なるほどきをするとどうなるかというと、多くの方々と知り合うことになります。今まで全く知らなかった方々とね。で、その結果ですね、これね、よくね、メドベットどうのこうのって言ってる人がいるんですけど、ごめんなさい、私ね、私の耳には入ってこないんです。ってことは多分意味ないんです。はい、以上です。だからメドベットどうのこうのって書いてる人は、私に一切質問しないでください。っていうのは、私の、私には必要なことが必ず入ってくることになってるんです。だけども入ってこないってことは多分意味ないんです、それは。ね。まあもういいんですけど。で、内なるほどきと外なる結びっていうのはものすごく重要なんです。で、内なるほどきを皆さんしてきましたか？ところがね、世の中見てると逆なんだわ。すっごいこだわっちゃってね。もう、俺は私は、みたいな、ここになってて。で、それで、今ね、丸の内あたり行きますとね、昼間すごいんですよ。もうランチ取れない。すっごいもう、超満員で、店員さんいないのに超満員なんですよね。みんな会社大好きだから、もう戻ってきちゃって。意味わかんない。またやるの俺みたいな。せっかくね、自分自身で時間をコントロールできる、時間の整理と空間の整理ができるようになったのに、何やってんだよって話ですよね。まあいいんですけど。ってことは、英語と中国語どっちがいいってことじゃなくて、内なるですね、内なるほどきなんですよ。こだわったことを全てこう捨てることができたか。で、同時にですね、それによってたくさんの人々と付き合っていくことになる。で、知り合うことになる。すごいなと思うようになる。それが結局、本当の愛につながっていくっていうことなんですよね。よろしいですかね。だからね、まあ、ある意味、だからそういう意味では今のご質問も、ちょっとザッハリしすぎんじゃないのって、もうちょっとご自身見た方がいいんじゃないかなと思うところもあるんですけども、ただまあ、もう一つね、申し上げると、中国が4分割されるってことなんです。中国が4分割されるっていうのは、基本的には華北、華南、それと中国東北部、朝鮮とか住んでるとこ、それとあともう一つは少数民族の地域です。これ4つに分かれます。で、現在の中国共産党の、支配地域というのは、これはもう華北ですよね。
家屋分離政策って昔ありましたけども、でヨスコより北って、基本的にヨスコより南だったんだから中国って国はね、よろしいですかね。はい、でまあとにかくですね、このカナンというのをどういうふうにしてこう付き合っていくのかというのがこれからの話題になってきます。でかつこのカナンというのが我々のだから先ほど言った福岡の話につながってくるんですよ、うん、なぜならこれは遠いと、これもねちょっともう今日言うのはもう時間なくなっちゃったんで、あと5分ぐらいしかないので、端的に言うとですね、遠いというもう昔の歴史的なつながりからして実はこの、カナンと我が国っていうのはつながってるんですよね、うん、それもこれから明らかになってくると思います。はい、だからまあ客観的に知るなんてレベルじゃなくて、中国4分割になったら確実に大量の中国の富裕層、しかも、そこそこの資産と、あ、そういえばなんか今ね、イラクディナールの話でなんかね、書かれてるけども、イラクはこの間クウェートに対する債務を全部支払い終わったでしょ。これも決して偶然ではありませんよ。うん、だよくよく考えておいてください。まあだからそのお金がリバランスを起きるとかなんとかって全部そうなんだけども、それよりもすごく重要なことはないかというと、英語と中国語、まあ、なぜ必要なのかというと中国語、まあ、なぜ必要なのか、それは我々これまでずっと見なくてよいってことを言われたから、でも違うんですよね。これがカナンの地域から多くの人々は我が国に救いを求めてやってくるんですよね。まあ中国四分割なんて本当にやるかって、猫さんさ、猫シャウトなんて名前で書いてんじゃなくて実名で出してよ、そういうこと言ってんだったら、あ、そしたらいくらでも話してあげますよ、うん、まあ、まずは会員になってねっていうような感じですね。はい、なんでですね、まあこれ、まあ、そういうふうに言うとね、まあ、じゃあこれからなんかね、茨城に住みゃいいのかみたいなねことをなんかおっしゃる方がいるよ。だからそういう話じゃなくて、自分我よしの精神ではなくて、まずはね他の方々のことを考えようねと。でそのためにはご自身に力が必要なんですよ。じゃあ力とは何か、結局それは現世においては残念ながらね、悲しいかな、俺はお金の力でもあるんです。だからこのですね日本バブル、まあ春先から始まるわけですけども、そこにおいては皆さんはもう徹頭徹尾稼いでいただく必要があるんですよ。ただその時になんかね、どうすればいいんですかって分かりませんと、いう方がたくさんいらっしゃると思うので、今ちょっともう一回チャット出しますけど、はい、ぜひ入会してね。で入会って言った時に、じゃあその後どうなるかって言ったら、さっき話しました EEシアというのは今年からも配布がいよいよ始まるので、でね、なんで EEシア配布する前に皆さん買いになった方がいいかっていうと、今年ねもう一つ最後にね、お話しますけど、アプリ出すんですよ、うちの研究所は。アプリね、アプリ出すってことは何を見せてるか分かります？会員数が激増するってことなんですよ。うん、その後どうなるかですね。だからまあ端的に申し上げるとね、別にまあ上院会員をなんかこうないがしろするってことないですけど、入りにくくなる可能性があるということなのですよ。よろしいですか？今日ね、何気にねいろんなこと言ったんですけど、我々の企業ね、まあ、去年からずっとそういうことをずっと取り組んできたのです。で私がなんかねアプリ、そう徳永さん、アプリってね、アップルとかあとねあるでしょ、うーん、 Google Pay とかああいうのでダウンロードするやつです。そうですよ、うん、なので会員が激増するのです、そこの瞬間に。そうなると EEシアなんてね、一人当たりの配分率が変わるに決まってるじゃない。だから今のうち会員になった方がいいよってことなんですよ。だから私はね、まあ、眠いは別にこすってないんですけど、最近これぐらい時間で出てるんで、はい、今もう一回出しますけども、ぜひご入会をということで、大晦日であれにもかかわらず全くですねお酒も飲まないでこうやって話してきたわけですね。はい、ですね、もうそろそろ1時半になってきますので、まあ大体2時間ぐらいかなと思ったんですが、はい、あと何かあるかな、ですね、スタートアップの S さんですね、スタートアップ会の S さんから質問をちょっと最後の方で答えたいと思うんですけども、2022年4月東証は3市場に再編されます。プライム、スタンダード、グロース、このタイミングはやはり日本バブルに関係ありますか？関係ないですね、相談ないんでだね、こういうことやっても何の意味もないのですよ。バブルにはなるんじゃなくてするものなので、原資がないのにどうやってやるんだってことです。量的緩和したところで全く関係もないのですね。うん、秋さん、会費をなくさないと、
いやね、すごいこと言うじゃない。でもね、最終的に目標はそうですよ。でもね、目標はもう2つあるんです。一つはもう会費、今の会費ね、どん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 下げていって、まあ、皆さんがまあ、バブル国有化ってありますけど、徳永さんが、あ、もうその通りなんですよ。で今ねこうやって私がこうペラペラ喋ってますけど、うん、基本的には我々がもう第二の NHK を作ろう、ね、N 国みたいなね、 N 国どの頃みたいな、皆さん言ってるじゃないですか、ぶっ壊すみたいな。ぶっ壊すだけじゃダメなんだよ、作らなきゃいけないんだよ。第二の NHK に意思はなるんですよ。はあ、分かりました。実はそうなんですよ。それがね、我々がやろうとしていることなのですよ。うん。で、本当に NHK って何やってるか知ってます？世界の放送を全部傍受してるのですよ、国際局が。うん。で、それはどなたにご報告されてるのかってことですよ。よく考えてください。だからね、NHK はぶっ壊してもいいんだけども、誰か作り直さなきゃいけないんですよ。それをやるのが我々だと思ってます。っていうのは、こういう新しいやり方で。それは情報リテラシーというものを解く中において行っていくと。だから基本的にはそのバックボーン、財政的なバックボーンがあるべきなんですよ。目処がなければこんなこと言いませんね、うん、だからその共闘法として、まずは皆さんね、我々の会員になるとより相互にこう裨益するようなプラットフォームがあり、そこでデジタル通貨の配布を受けることになる。でかつそのデジタル通貨の配布を受けることになっても、それが実はですね、どんどん価値を持つことになっていく、本当の意味での。で、しかもそれはマイニングという行為は盛り上げればいいというね、自分自身で。それを有効活用すればいいということです。で、それだけではなくて、ね、かつ、アプリが出ることによって会員数が激増する。その今のタイミングだからこそ、ぜひともね、ご入会いただければな、というふうに思っております。最後の最後ですね、皆さんの方から、ご質問があれば、最後ですね、ちょっとこれロスタイムってことでちょっと遅れちゃったんで、どうしても聞きたいことがあれば書いてください、チャットに。あと、もうそうじゃない方はこの高評価サインを、もうちょっとで800、あ、次回の夜間飛行っていうのはね、ないです。ないですっていうのは、基本的にこれぐらい長時間でやるのは、私はもう年末年始以外はできないし、やらないです。うん。ちょっとまあ皆さんとは非常に残念でありますが、ただその代わりね、月曜日、15分間ぐらい、毎回話はしたいと思ってますんで、まああちらの方のね、バーザイの方、ご覧いただければと思うんですけども、はい。ですね、あとなんだ。はい、2024年5月はずれないですか？あ、ずれませんね。はい、女性の時代になるとは空気の酸性度と関係ありますか？どうかな、関係ないと思いますね。朝鮮半島の統一はいつになりますか？まあこれは中国の4分割ほぼ同時期だと思いますね。女系天皇になりますか？なると思いますね。はい、であとですね、このままいくとですね、あとはよほどゴールド会員の方の質問マニアックなんでしょうねって。いやいや、まあそうでもないんですけど、前提条件がね、ある話ばかりにすると皆さんつまんないと思うので、はい。ですね、天災地変っていうんですか、天変地異は当然ありますよ。だけどまあもうちょっと先ですよね、2024だと思います。小松さん講演会ぜひいらしてください。あと何かあります？通貨の円だけが。向こうでスイスフランを使いますか。だからね、他の国もみんな同じ状況になるんで。なぜならば、日の元だからです。日の用心じゃないですよ。日の元だからです。で、我が国が変わるときには全世界が変わらなければならないことになっています。はい。古神道における洗濯の洗剤は、シャボン玉石鹸とクエン酸の比率を変えるといっても、いやいや、まあ、ちょっと今日はですね、もうね、ちょっとそれ話してる暇ないんですけど、まあ、時間のせいと空間のせいの話ですね。はい。まあ、その辺もし知りたければ、2019年の秋ぐらいに私がですね、道中辻切りっていうシリーズで語ってますんで、そちらの方を YouTube ご覧いただければなと思います。あとは、何故ラジオは海外から聞けないのですか？ああ、そうか。まあ、そういうこともありますよ。はい。
ご神道の話は書籍などありますか？本当の話はありません。本当の話はありません。全部口伝だからです。選ばれた人しか無理です。でも皆さん一つずつ知っててもしょうがないです、そんなことは。ある意味苦行ですから。はい。今村さん、スクール2のメリットをお願いします。ああ、いい質問じゃないですか。そういうことでですね、私自身は、まあ、お役目がございまして、ちょっとですね、皆さんのところに暗夜で行くということではない。はい。まゆさん、いいこと言うね。去年の夜間飛行と全く違って、本当におっしゃられてるってことは、リアルになりつつあることを感じました。もっとリアルになりますよ、これから1年間。それ、なんでか分かります？なぜリアルなのか。つまり、私はこうやって話してる話が評論ではなくですね、現実になってるのはどうしてか。自分で作ってもそうなんじゃないですか。それが答えです。今日も私に皆さんに伝えたかったのはそこです。なのでつまりですね、私が皆様方お一人一人に対してお話をするという状況はちょっともう厳しくなってきたんですよ。うん、物理的にももうね、皆さん知らないんだけども、もう時間的にも空間的にもギリギリで私生きてるんで、もうこれじゃやっぱちょっとやったらちょっと人間としては難しいなと思ってるんで、はい、ですね、なのでどういうことかというとですね、医者スクール2っていうのがありまして、医者スクール2っていうのはうちの研究員たちがこれからですね全国でやってきます。もうすでにやってますけど、そちらはですね、ぜひうちの公式ホームページの方に書いてありますんで、ぜひそちらの方に集まっていただくと、まあ医者スクール2で皆様からご質問されたことって全部私はもうテイクノートしますので、おそらく音声なんかでも答えることもあると思いますし、ぜひお集まりいただければなというふうに思ってます。それと年頭記念講演会とちょっと別ですので、あ、もうちょっと800人いくな、これちょっとこう、これさ、ちょっともうちょっとよろしく、これ、はい、もうちょっとこれ、はい。これあと4人これ押してください、高評価。そうするとみんな寝れるよこれ。はい。渋沢栄一は今年来ますか。渋沢栄一、まあ来ると思いますよ。はい。全然来ると思いますよ。まあ皆さんね、あそこ809人になってありがとうございます。もう最後お金の話しましょう。皆さんお金の話聞きたいですか。聞きたい人は聞きたいって言ってください。最後ちょっとじゃあ5分ぐらい話しますんで、お金の話を聞きたいか、それ以外の話を聞きたいか、うん、村瀬先生出しすぎだから、それだから我々の基本的な考え方っていうのは、2024年の5月以降2025年にかけて鶴瓶落としのように日本という国家の枠組みは消えていくんですよ。だそれは別にね、我が国本当の権力の中心がなくなるってことは意味してません。だけども国家は大変なことになるわけです、政体勢力は、うん、まあ、今はもう断末魔になってますけど、でもその時にですね、デフォルトって言ったでしょ、まあ、デフォルトに気味になるっていうレベルなんですけど、そのイメージとしてね、1円が1億円になっちゃいました。このことあるのってあるんですよ。昔1924年ぐらいドイツっていうのが1マルクが1連天マルク 1億マルクになっちゃったんですよ、1日の間に。よくね、喫茶店に行ってる間そうでしたみたいな。その時にでもね、1円持ってる人は残念ながら大変なことになっちゃう。1億円持ってたらどうなるんですか。1億円持ってる人は1円持ってることになるんですよ。だから皆さんにはこれからですね、春より本格的になってくる日本バブルにおいて、平均株価目指せ5万円の世界において、ものすごく稼いでいただく必要があるんです。でこれは別に私はですね、そうだよねとか適当なこと言ってるわけじゃありません。もうお金が現実にこの瞬間にもう日本に向かっているのですよ。でこれもね、かつての私であればなんかもうあなただけ適当なこと言ってんじゃないのみたいな、でこの人そんなねお金あるんだったらね、そんなセミナーとかやってないでしょみたいな、まあその通りなんですよね。俺は金持ちだぜみたいなね、なんかどの金持ちだみたいなね言ってる人って本当に持ってんのってそう思いません？持ってないよ。うん、で持ってる人はね、そのこと言いません。うん、なので、まあ、そう、この間、昨日、火曜日か、水曜日か、に出したですね、29日に出した音声レポート、週刊原田教の臨時増刊号において、それはすごく細かく話してるんで、ぜひ聞いていただきたいんですけど、ぜひね、皆さんにはね、もう目指すところは、その辺で、
頑張っていただければと思うんですよね。うん、つまりお金っていうのはこれから先誰にでもですね、まあ、チャンスあるような状況になるんですよ。で現実に今もう私は本当にリアルに知ってますけど、お金もこちらに向かってるし、もうこの数日内に着金するんです。そしたらガラッと変わります、状況は。でも数日内にこう着金するお金というのが日本でですね、いろんなところでいろんな驚きといろんな転換を生んでいくんですよ。でその結果ですね、新しい、まあ、マーケットかとか制度が変わってなんてレベルじゃないぐらいの出来事を起こしていくんですね。まあその一つの局面というのはいわゆるスパックですね。うん、でスパックっていうのはまあ皆さんご存知だと思いますけども、まあ、その会社を、ね、買い取るためにその上場しちゃうみたいなね、まずはファンドが上場しちゃって、で買収したあの技術で、まあ、経営能力はないんだけども技術はすごいみたいなところ で買収して、でそれで買収した、そのあれですね、企業に関してまあそのいわゆる存続する、方の会社っていうのは実は買収されるその技術系の会社の方なわけですよ。ってことは何意味してるかって言ってね、スパックが一体何を買うのかっていうところを知らない人は手出しはできない状況なんですよ。あともう一つは、じゃあどういうところなのかっていうと、おそらく経営能力がないけど、ものすごい技術を持ってるところなんですよ。テク系を中心に。でこれはね、いわゆる、なんていうのかな、今までのグリーンシートとかそういうのとも全然違うあり方ですよね。だけど、ある日突然、レバレッジが800倍とか言って、いきなり送り人なんてレベルじゃなくて、まあ、厚切りジェイソンなんてレベルじゃないぐらいの金持ちになる人が出てくるってことなんです。まあ、その中に一人でも二人でもね、皆様方がまあ入ってくる。前に、こういう話をしないと皆さん金持ちになってからこんなこと絶対聞かないので、今日はいろいろとお話をさせていただいた次第であります。皆さんそういうことでですね、私と会えるのは1月と7月、あと今度4月にも周年記念でありますけど、15周年ということで、だとまあこの動画っていう話に、行ってきますね。なんですよ。でぜひね、経営能力はないけど技術がすごいって NEC、 いやだから NEC みたいな気分な、かつての NEC はそうだったんです。今は違うんですよ。なんでですね、ぜひとも、まあ、次回ね、あの講演会1月29日にお集まりいただければというふうに思ってます。その場で皆さんとはまた会話できればというふうに思ってます。第3部ね、まずは予測分析資料をお求めくださいね。それとあと最後になりますけれども、今ですね、予測分析シナリオ、出しますが、これ買っていただきたいなっていうのと、あと今 Facebook で TAKEOHARADA 原田京都を検索すると私の名前が出てきますので、顔と、はい、もしですね、まあ、あの友達になりたいなっていうことは申し込んでいただくと、ひょっとしたら友達になれるかもしれないということですね。はい、それとあと先ほど来何度も何度も言ってますけども、会員になっていただいた方がいいんじゃないかなと、フレンドリーアドバイスとして、いいシェアというのが、まあ、これから発行された時にですね、まああの時あのそのこと言ってたなみたいな、ぜひ今チャットに出しますけども、こちらでよろしくお願いいたします。ちょっとまあ昨年はね、あの若干ちょっと説教じみた話が多かったので、今回はちょっとすみません、時間がテクニカルに遅れてしまいましたが、来年は目指せツイッター同時配信ということで、Facebook も含めてですね、頑張っていきたいと思いますので、すいません、ちょっとあの私は手抜いちゃいまして、はい、うちのあの技術担当の K 君は頑張ってくれたんですけど、はい、ということでございましてですね、もう1時40分になりましたので、そろそろ寝たいと思います。はい、っていうか、まあ今日は飲んでないのでちょっと一杯ぐらい飲んでから寝ようかなと思ってるんですけど、はい、よろしくお願いいたします。そろそろかな、これどうやってやめるんだろうこれじゃあ、そういうことで、皆さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。またね。